こんばんは。23時になりました。2月最後の火曜日ということになりましたね。ナベチカーズ3にようこそお越しくださいました。今日はスタートは52、3人ですか。さっき関西 T スペースさんですかね、おっしゃってましたけれども、今宵はトップのトップにも注目の番組にも入っておらずということだったんですが、まあそんなこともあります、そんなこともあります。太永南光さんですか、出張先の名古屋からありがとうございます。もう忙しい中、マラソン完走完歩とユースト大賞ノミネートダブルで、おめでとうありがとうございます。配信開始前からずーっとね、たくさんの方々から、両方ともね、お祝いのコメントをいただいております。多数、本当にたくさんいただいておりました。ありがとうございます。本当に感謝でございます。順位予想の発表、それもこれからやりますからね。オープニングは微妙に変わりました。微妙に変えてみました。はい、ウクレレ高津さんも、こんばんはです。ノミネートおめでとうございます。ありがとうございます。嬉しいですね、本当にありがたい。今度の金曜日は朝から東京へ走るのでしょうか。走りはしません。走りはしません。車で走ることはあってもですね、ちょっとランはしません。はい。それから、さきさんもこんばんは。そして、わざしさんもこんばんみ。今宵も三条つかまつり走路、ノミネートおめでとうございます。ありがとうございます。大賞候補にノミネート、おめでとうございます。ありがとうございます。なべちさん爽やかだ。そうですか？そうですか？そんなことはないと思うんですけど、結構ベトベトだっていうとこなんですけどもね。ナベッチアクアユースリム大賞が実現し、そうですね、これは本当に、念願かなったというところでございます。23ニュース、ついに念願のユーストリーム大賞ノミネートということになりました。まあどこを向いてもとにかく本当にお礼を申し上げるばかりです。先週の金曜日午後3時ぴったりでしたね。ぴったり、去年は確か2時だか2時半だかちょっと忘れたんですけど、きっかりではなかったんですよ。で、何が始まるかなと思ったら動画が流れ始めて、で急にこうユーストリーム大賞2013ブワーって出てきて、でワンボタンの声が最初バンって出てきたのかな。でその後こうどん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 いろんなチャンネルが出てきて、でエントリーナンバー順に出てきて、あ、これはきっとノミネートされたチャンネルがどんどん出てるんだなっていうのに気づいた頃にはもう全部終わってて、でずらーっとこの一覧が出て、あ、落ちたんだっていうのを知ったんですけど、今年はいわゆるそういう動画での発表ではなくて、ずらっとこう一覧が表示されるページにリンクが貼られたのがちょうど3時きっかりに更新してみたらば出てきたんですよ。でそれ見て入ってる、やったみたいな感じだったんですよね。あとはラジオの広尾1週間とかですかね。まあ昼じゃなくてもいいんですよ。どこでもね、帯いただけるんであればそれはそれでありがたい話です。エントリーナンバー002がベスト5に入るといいね。そうですね。あ、ゼビウスさんこんばんは。イナジュン6タイムスレフトのシーンは、まあ今後、こんばんは、祝ノミネート、あ、マスターミオさんありがとうございます。ケンロウさん、おお、おめでとうございます。ありがとうございます。あ、予想するの忘れた、ダダさん残念。まあでもね、今日は皆さんからお寄せいただいたその予想を皆さんと共に、もちろん僕の予想も、ご覧いただくということになります。野田さん、飛行機のチケットは取りましたか、もしかして東京まで撮影しながら、いや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 、それはさすがに、ここだけの話、実
実はノミネートされようがされまいが行こうとは思ってました。まあせっかくこの機会だから行こうかなっていう思いがあったんで、ノミネート発表の前にもうすでにチケットは取ってました。チケットと宿取ってました。で、パックで安いんですよ。チケットと宿を含めて3万円ぐらい、3万ちょっとか、3万ちょっとで行けるっていう、プランがあったんで、で、それでプラス T ポイントもちゃんと貯まるっていう、あざといでしょ。そういうのをちゃんと取っといたんです。祝入賞、パチパチパチ、ありがとうございます。ひそひそ手を抜いたな、手を抜いたな。いやいやいや、まあね、ほら、アーカイブ削除とかってあったじゃないですか。だから、動画で作るっていうことができなかったわけですよ。そのね、ノミネート発表の時、きっと多分そういうことだと思います。では早速ですが、アクア出動、まだ獲得票数が発表されていないのが10位以内を確定したわけじゃないかもしれないのが怖い。そうですね、どこかの配信でもそういうの聞いたな。そうでしたね。安そうな、結構安くできるんですよ。では参りましょうか。23ニュースお得意の、まあ、スライドっぽいやつを作りながら、このノミネートに関しての情報、そしてそのまんま皆さんの予想発表につなげていきたいなというふうに思っております。 T ポイント合わせ、そうなんです、ちゃっかりしてる、抜かりない鍋でしょ、よく言われる、はい、では早速参りたいと思います。今回のユーストリーム大賞ノミネートチャンネルはご覧の13チャンネルでした。我がダベッチカーツジ、これはエントリーナンバー順ということになっております。まあさすがにね、本戦の順位でこういうことはないと思います。まず、002の私、ナベッチカーツ3ですね。で、グッジョブ TV、アキッチン、アマチアス、ダイス、そして TBS ライブ配信、ユーストリームスタジオプラス大分で、シャチホコ TV、ソリスタ、そしてモモクロ TV にニューズオプエド、これニュースじゃなくてニューズオプエドなんですね。で、美少年コテージ、そして、ちょっと略してはおります、ごめんなさい、 RKK ラジオ、塚原真希子の福耳ラジオという13チャンネルがノミネートということになりました。筆頭ですね。まあエントリーナンバー順で言えばね、筆頭ということになりました。さあでは今7分ですね。今日の動画が1時間17分30秒とかなり短いので、皆さんの予想、そして僕の予想っていうところをじっくりとお話ししようかなというふうに思っております。ではいきますよ。去年は悔しさが見え隠れしてましたから本当よかったですね。本当よかった、発表確認してうわーって声出ましたもん。そうですよね、風紀とみーさんもありがとうございます。そうなんですよ、だからあまりに嬉しかったもんで、実はこんなこともあろうかとこんなこともあろうかと号外を用意してたんですね。もうすでに Facebook ページなどでご覧になった方も、多数いらっしゃるかと思いますけれども、号外を作りましてね、ちょっと画面を元に戻しますか。よいしょ、こういうのを作ったんですよ。カー23がノミネート、3度目の正直、ちょっとピントが合ってないな。ユーストリーム大賞27日表彰式、この小さい文字のところもですね、ちゃんと全部意味のある文章を作ってるんですよ。で、もともとこれ大枠を作っといて、まあある程度作っといて、でその時じゃないとわからない情報っていうのはこうバーッとこうね、後で入れて、でそれを画像として保存して、まあパワポアーティスト、私渡辺ですから、こういうのは結構得意なんですよ。でこれでまあカー23タイムズ号外というのを作っておいたというわけなんですね。ピントが合わないな。合わない。あったあったあった。でね、2月20日金曜日の出来事だ。しまった、ニュースをニュースって書いて、大丈夫です、こちらの方でちゃんと修正しております。あ、マロダンさん、ちょいとご無沙汰です。悲願達成おめでとう、ジョージおめでとうございます、ありがとうございます。いいな、こうナベチこういうの作れるのいいな、すごいな、号外。
まあ、パワポアーティストって自称してますからね、本格的な号外、号外見た知らないのがいっぱい。そうですよね。でこのユーストリーム大賞ノミネート13チャンネル中、中間発表でいなかった番組は、そう野田さん、まさにそれなんです。じゃあちょっとそこからお話しすることにしましょうか。よいしょ。ユースト大賞ベスト10をさあみんなで予想しようというところで、皆さんに募集をかけておりました。で後ほど最後の方で僕の予想を、まあ、ご紹介するわけですが、これが13チャンネルで、特に今回予想する上で欠かせないのが、先ほど野田さんもおっしゃっておりましたけれども、このうち中間発表でトップ10だと、ベスト10だと言われた番組はどの番組だったかというので、テスト終わりの久々の視聴ですとおっしゃるのは QD546D7、 ようこそお越しくださいました。ごめんなさい、ちょっと名前がわからない。ドラさんこんばんは、ようこそ。凝りすぎだわ、ありがとうございます。さすがパワポニストっていうんだ。なるほどね、なんかコラムニストみたいな本気の号外。そうでございます。でウクレレ高津さん、パワポでね、メモ、そうそう、だからあのアキッチンのパワポクラブみたいなもんですよ。僕あのそこには出展はしてませんけれども、まあ、個人的にやってるっていうようなところですね。これもパワポで作ってますね。まあそれはいいとして、野田さんがおっしゃってたその前半戦の、上位10チャンネルというのはこの番組でした。色分けするとすぐ分かります。前半ベスト10圏内だったのは、まあ、我が2-3光栄にもで、グッジョブ TV、 アキッチン、アマチュアス、ユーストリームスタジオプラス大分、シャチホコ TV にももクロ TV、 ニューズオプエドに塚原真紀子の福耳ラジオ。そうです、野田さんが何をおっしゃってるかっていうのは、もう昨日のあのユーストトゥデイご覧になった方はよくお分かりだと思うんですが、予想する際におそらく、まあ、100% とは言いませんよ、 100% とは言えないけれども、このピンクで塗ってあるところ、前半のベスト10圏内が9チャンネル入ってるってことは、これは特別賞じゃないだろうなっていうのは大体お分かりいただけますよね。100% とは言えませんけれども、まあほぼこれは10位圏内で間違いないだろうと。そう、つまり今回の予想において、皆さん考えるときに参考にしていただきたいこの材料、今回は初めてこういうね中間発表があったわけですけども、そうです、白で抜いてあるこのダイス、TBS、ソリスタ、美少年、この4つのうち3つが、まあ、特別賞と考えるのが非常に合理的というか、まあそうだよねっていうところなんです。ケンさん、あ、ようこそ。ダイスはトップ10確定かな、残りは多分特別、そう、そういうことになるんです。あの前回も言いま、前々回ぐらいかも言いました通り、中間発表の翌日ぐらいからダイスが一気にブーッと増えてきた。他どうでしょう、 TBS あんまり対象のページで見なかった記憶があります。ソリスタも同じく、まあソリスタはちょっとあったかな。で美少年コテージもほとんど見ませんでした。つまりは野田さん今おっしゃってますね、13チャンネル中、中間発表でいなかった番組はダイス、 TBS ライブ配信、ソリスタ、美少年コテージの4番組、あれ10位に入るのが一つ、そうなんです、残念ながら今メカが落ちてしまいました。つまり言い方を変えると、その今メカに代わってベスト10に入った番組がこの4つのうち1つあるということです。それだけの勢いがあるということです。ということはその番組が10位とは限りません、9位とか8位とかもっと上の可能性だってあるわけですということなんですね。 TBS ライブ配信というピンポイントではない名前が意味し、これ何を配信してたかっていうと、いろんな会見、特に去年は会見の当たり年だったじゃないですか、サムラゴーチさん、それからおぼかたさんで、野々村さんね、いろいろありましたよね。まあこれはやったかどうか分かんないけど、矢口真理とかいろいろこうね会見あったじゃないですか。そういったところをこう積極的にどんどんライブ配信していたので、まあ視聴人数で多分これは特別賞でしょう。ソリスターはこれも多分アーカイブの視聴人数が多かったとかそういうので、特別賞でしょう。美少年コテージはこれはプロモのチャンネルだったんですけども、おそらくなんだろうな、そういう取り組みとかそういったところでなんか特別賞に入るんじゃないかというわけなんですよ。そう、つまりは
野田さん、あ、そうか、今メカと入れ替わった番組がある、そういうことになるんですよ。まあそこはどうでもいいですかどうでもいいですか。で、そう、会見の当たり年だったというのもこの TBS がね、数字を伸ばしたであろう、あるいは特別賞に入ったであろう要因ということが言えるわけです。これは勝手な考察ですよ。これはね、今メカにも特別賞欲しかった、そうですよね、 TBS ライブ配信は話題性から特別賞ですよね、うん、そういう風になるんじゃないかと。案外個人配信主トップだったりして、だったらいいですけどね。非常にそれは嬉しいですよね。 TBS そんなチャンネルがあったと初めて知り、そう、僕もあのエントリーを見て知ったっていうようなところもありますね。意外な伏兵になるユーストリームスタジオプラス大分、そうなんです。そこをどう見るかっていうのが皆さんの予想のポイントであります。ダーハラ様ですよね。では参りましょうか。皆さんの予想をどんどん発表してまいります。今回は8人の皆さんに、予想をいただきました。で、3人ずつ発表していきます。で、最後の最後に私渡辺の予想もご紹介しようというふうに思っております。ではまずは最初の3人の方、 TBS のライブ配信は会見の他にも選挙関連、あ、そうか、それもあるのか、なるほど、だからその年末選挙もありましたけれども、それに関するところでも数字を伸ばした可能性はあるというわけですね。やっと議員になったんです。やっと議員、議員ってなんだ、はい、では参りたいと思います。まずこちらの3人の予想です。サイバさんとイグロさん、そしてサキさんの予想ですね。大どんでん返しがありそうなのも否めません。そう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 なんですよ。まずはサイバさんから見ていきましょうか。サイバさんからコメントもいただいております。ユーストリームとして面白い番組を上位にしましたと。まあつまり純粋な予想というよりもこうだったらいいなーなんていうところも含めた、予想というわけでありますね。ありがたいことにカーツ3を1位に持ってきていただいておりますよ。ありがたいですね。サイバさんは僕にとってユーストリームの師匠であります。サイバさんがいなかったら僕はこんな番組だって始めてません。間違いなくやってません。サイバさんが楽しそうに自分の趣味をこうコンテンツにするんだっていうんで、やってらっしゃるのを見て、ああいいな、俺もなんかやりたいなと思って始めたのがこの番組ですからね。そんなサイバさんにこうやって1位って言っていただけるのは非常にありがたい。同じく個人配信を上に持っていきたいっていう意図がすごく感じられる。アキッチンを2位で、熊本勢頑張ってほしいっていうのもあって塚原真希子の福耳ラジオを3位にというような、そういった形。以下4位にグッジョブ TV、まあ、これも九州というところもあっておそらくそういうことなんでしょうね。ニューズオップエドの勢いをやはりサイバさんもよくご存知ということでしょうか。で、 TBS ライブ配信に、ユーストリームスタジオプラス大分、シャチホコ TV、 アマチュアス、ダイス、そうです、ダダさん、サイバさん、モモクロを特別賞にしたとは、そう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 。まあもうよかろうっていう、おそらくね、言葉にはされてないですよっていうのを僕は読み取りました。多分国語の、テストだったらそういう風に書きます。サイバさんがモモクロ TV を特別賞にした狙いを書けって言われたら、もうよかろうっていう意味だと思うって多分書いてると思いますね。メビウスさん、こんばんは。北の大地からようこそお越しくださいました。特別賞はほぼ同じ予想だとおっしゃるんだ。ウクレレ高津さん、歯医者の待ち時間を利用して、あ、待ち時間を利用してそうなんですね。そんなイグロさんはモモクロトップで福耳が2位と、でダイス3位、グッジョブ TV が4位で、カーツ3、5位、こんな上ですかね。ありがとうございます。ニューズオプエドが6位、アキッチン7位で、アマチュアス8位、ユーストリームスタジオプラス大分が9位、シャチホコ TV を10位とで、サキさんと全く特別賞の予想が同じです。 TBS ライブ配信ソリスタ美少年コテージ、まあさっきの僕が言った理論をまさに踏襲しているというわけですね。社長 TV がアイドル枠というのを忘れてはいけない、そうなんですよ。そこのちょっと怖さっていうのはあるにはあるんですけれどもね。もしかして殿堂入りというのがあるかも。まあ1位に入って殿堂入りとかっていうのは言ってくる可能性はなくはない。九州勢、いいですね、応援します、ありがとうございます、嬉しいですね。で、サキさん、モモクロ TV、 これイグロさんと同じですね。グジョー TV2 位じゃないかと。で、福耳3位、これはサイバーさんと同じ、つまり福耳、この3人は2位か3位じゃないかということで、まあ、うん、多分いい読みだと思います。かなり上の方に来るんじゃないかな。あとの2人の、ファンのコメも今回で殿堂入りがいいっていう、そうですね、ありましたね。
MI さん予想するの忘れてましたが、カーツ2、3はかなり上位に来た。あ、そうですか。わ、ありがたい。お、アキさん、いらっしゃいました。コバス予想を楽しみにしてきました。ようこそ。今日は今回は8人の方が予想を送ってくださいましたので、僕の予想と含めて9人分の予想をご覧いただきたいと思います。まずは最初の3人です。モモクロを抱え込みたいユーストリームアジア。まあまあまあね、うん、まあそういうことですよ。先々週ぐらい綾乃さんもおっしゃってましたけど、そういうことなんです。ね、こういう口実があればタダでやっていただける、うん、そういいんですよ。それでいいんです。出来レースとか言いますけど、それでいいんです。ノー問題。そういうことなんです。で、さきさんの予想の続き、4位がキッチンで、ニューズオプエド、シャチホコ TV、 そしてユーストリームスタジオプラス大分に、カーツ38、うん、これなかなか妥当なとこだと思います。で、アマチアスが9位でダイス10位というような予想。さきさんのちなみにコメントも入っております。さきさんのコメント、なんせユーストはカー2、3しか知らないもんで、かっこあらユースツイートランキングなどを参考にして考えてみました。なかなか僕はいい読みなんじゃないかなと思います。予測分析が全くできていないので、だいぶ異色な予想になってるかもしれません。私の予想が外れてカーツ3がもっと上位になってるといいな。ありがとうございます。そんなこと言っていただいて嬉しいです。ももクロが殿堂入りすると来年からアイドル枠が割れます。そうそう、それも考えられますよね。 T スペースさん、B1 グランプリのようにゴールドグランプリを取ったら自動的に殿堂入りっていうのがいいかも。うーん、気持ちはよくわかる。うん、という3人の予想をご覧いただきましたクイックマンさん、もうね、先に謝っておきます。すいません、大丈夫大丈夫。では続いての3人の予想をご覧いただきましょうか。この3人の方々です。ウクレレ高津さんに、クリックマンさんに、マスターミオさんの予想、3人の予想をご覧いただきましょう。まずウクレレ高津さん、ちょうど今コメントも入っておりますけどもね、あ、さきさんありがとうございます。とんでもないです。タコさんからもね、キッチンキラーということでいただいておりますよ。さあ、ウクレレ高津さんの予想、ももクロ TV、 あ、この3人は皆さんももクロ TV1 位ですね。で、高津さんの場合はダイスが2位、福耳3位、アキッチン4位、お、これはさっきのさきさんと同じですね。カーツ35位、嬉しいですね。こんな上でいいんでしょうか。増岡さん、こんばんは、ようこそ。お疲れ様でございました。こうやって他の方の予想を見るとでしょ、面白いでしょ。みんなね、やっぱ全部同じっていう人はいないんですよ。少しずつね、ずれてて、なかなか面白いんです。6位がアマチュアス、7位がグッジョブ TV、 シャチホコ TV8 位のソリスタ9位、10位が TBS ライブ配信で、特別賞はユーストリームスタジオプラス大分で、ニューズオプエド美少年コテージと持ってきましたか。なるほど。ウクレレ高津さんの、コメントです。知っている番組が約6番組ほどしかなく、今回の順位予想は1位以外はっきり言って難しかったです。でしょうね。僕もかなり苦労しました。こう見ると半分が新顔になり、しかも企業配信ばかり、個人配信はなべちさんとアキッチンのみのような、面白い番組というより組織票の強いところが出てきたという思うのは自分だけでしょうか。これはね、高津さんだけじゃないと思います。皆さんそういう思いは強いと思います。そう、組織票っていうのは結構あるんですよね。逆にそれをどううまく利用するかなんていうところも、こういうユースト大賞、去年と同じ方式でやってきたっていうところでね、それをうまく使ったところが上位に来てるんじゃないかなと。人気のなんていうのかな、人気だけじゃなくてっていう部分なんですけどね。ヤンタさん、こんばんは。ノミネートおめでとう、ありがとうございます。さあ、表彰の時に獲得票数も分かる、いや去年は分かりませんでした。おそらく今年もね、発表はしないと思います。ももクロの人気も一段落があって記事も見た気がするので、この3年の獲得票数の推移が知りたいと思います。まあそうですね。ただね、正直僕が見た感じだと、ももクロですら票は少なくなってると思うんです。もちろんその他の票も、まあ、減ってるところが大多数でしょうし、むしろ逆にこう増えたっていうところもあるんでしょうけども、UI さん、マニア層はいいです。先週も言った通り、マニア層はそんなにあんまり来られすぎちゃうと今度は普通の人が見てくれなくなっちゃうんで、うん、マニア層の支持はあんまり僕はいらないというか、それはちょっと頼ってはおりません。
個人配信つらい、でも逆を言えば2番組を入っているところがすごいと思います。おっしゃるのが増岡さん、ありがたいですね。健介さん、ちらっとだけ相変わらず声いいね。ありがとうございます。キリンです。待てよ、ちょ、なんだよ。おい、俺を置いていくな、置いていくなんて ひどいこと言うじゃないか。横門さん、こんばんは、ノミネートおめでとう、ありがとうございます。嬉しいですね。さあ、なんてことを言いながら、あと去年の順位を参考に、あ、なるほどね、去年の順位も確かにね、ももクロの場合はシャチホコとの兼ね合いも、そうそうそう、全体の票数も減少傾向、うん、僕も多分そうなんじゃないかなと思います。リュウセツさん、こんばんは、いつものように少しありがとうございます。今日は8人の皆さんからいただいた予想、そして僕の予想、合計9人分をご覧いただこうということであります。で、クリックマンさんです。クリックマンさんはももクロ1位、シャチホコ2位、まあ、アイドル勢ワンツーフィニッシュということですね、まあ、同じ系列ということです。で、ニュースオプエドが3位、福耳4位、アキッチン5位、グッジョブ TV 6位、7位にアマチュアスで、8位がダイス、 TBS と美少年が9と10で、特別賞にユーストリームスタジオプラス大分にソリスタに2-3。そう、これも考えうるんですよ。さっきね、ピンクに変わったあのこれこうなってるんで、おそらくピンクは10位圏内だなんてことを言いましたけれども、でもね、そう、僕これも考えたんですよ。うち特別賞かなとかっていうのもすごく考えちゃいましたね。そう、だからこれもあり得るな。野田さん、野田さんの大賞予想、1位がももクロ、はい、殿堂入り、あ、殿堂入りまで、2位がシャチホコ、あ、同じですね、クリックマンさんと、3位鍋ちゃん、いや、それはないでしょ、ベスト3はないでしょ、4位アキッチン、5位がオプエド、6位福耳、アマチュアスが7位、大分が8位、グッジョブが9位、ダイスが10位と。おお、なるほど。ということは、あとが TBS とソリスタと美少年か。うん。特別賞は野田さんも同じですね。おいらはキッチンだけ応援。うん。そう。それでいいんです。それでいいんです。健介さん、その通り。そういうことなんですよ。個人配信はトップ10に入るのは難しいですが、配信をやって、やってサンダーできる以上、そのドキドキは体験に、そうそうそう、いろいろな楽しみ方がある、そういうことです。今ですらいろんなジャンルのマニアが集まっている、これ以上増えると、そう、カオス、 それもあるんですよね。プラス大分のユーストパーク、立命館アジア、太平洋大学の留学生が出演する番組の、そう、国際的な投票が結構合ってたんですよ。安定のギリンです。そうそうそう、そういうことなんです。はい、ノミネートの中で個人配信が少なくなってますね。テレビ的な見方をしている人が、うん、なんで大分が入ってるんやいや、これがね、相当票を集めていたんですよ。で、あ、そう、クリックマンさんの、コメント、ちょっと長いですが、考えすぎた結果が残念な予想になってしまったことを先にお詫び申し上げます。名誉だという建前でとにかく経費をかけることなく、ももクロに24時間配信をしてもらうために考えられた企画なので、どんなことがあろうが優勝はももクロ TV となるデキレース。なかなか辛辣ですね。都合よく代わりになるような新勢力が登場すれば、役目をそちらに交代してもらい殿堂入りということに。ビジネス的に各地のユーストリームスタジオプラスを刺激するために新人賞をプラス大分が受賞するでしょう。ほう、なるほど、そういう読みか。個人配信者を軽んじてなんかいませんよというポーズの意味で、特別賞を 2-3 に受賞してもらうかなという大人の、事情的予想をしてしまいました。ごめんなさい。いや、いいんです、いいんです、この様子を誰かが辛辣な内容でブログなどに投稿し炎上、その炎上に乗っかる形で美味しいところをごっちゃんしようと画策する事務局であったが、その目論見は失敗して、かえってユーザーの心が離れてしまう結果に、身近なライブメディアとしては後から登場したツイキャスの一人勝ちになるでしょうってすごい予想をされてますけどもね。まあでも、結構ね、そのぶっ飛んだところもありましたけど、5割6割は、いや、なんだったら6割7割は的を射てるなっていうようなところもありましたよね。あ、ナオパンダさん、こんばんは、癒されたくて来ました。癒してあげる。アイドル番組多いから、それ以外の系列の番組を特別賞で普通の視聴者も見られるよ。なるほどね。そうだからね、自分は軽い車マニア、軽い、いいですね、軽い車マニアっていいですね。見たことないのは評価のしようがない。そうそう、あの、そういえば笑っていいともとはっていう、その辞書のね、アップデートをしようっていうコーナーが金曜日のいいともであって、
でタモリさんが最後にすごい名言を言ったんですよ。見たことがないのでわからないっていうね、そう、自分やってたんで見たことがないのでわからないというすごい名言を残してますけど、まあ そういったところもあるのかもしれません。まあ、去年のももクロ24時間の裏番組をやりましたが、それはそれで美味しかったから、ももクロばかり、そうそう、そうなんですよ。そこばっかり攻めてもどうしようもないんです。そう、与えられた環境の中でしっかりとやり抜くっていうのが個人配信のいいところです。小市さん、こんばんは。ようこそお越しくださいました。美少年でタイトルだけ目にしてドキドキしました。まあ、結構ね、中身見てても女性の方はドキドキする内容かもしれません。ちょっとこうテラハっぽいような内容だったような気がします。今現在ツイキャスの一人勝ちになってます。まあそうですね、うん、まあ、ただね、ツイキャスもツイキャスでちょっと怖いのは、むちゃくちゃ早口のカップル、若い子が、チューしろとかおっぱい見せろとかっていう、なんかそういうことを言われて、は何言ってんのみたいな、こうそういうところも明けっ広げにされてるっていうのがちょっと、まあ、これから怖いなっていうところもありますけどね。師匠さん、だからデキレースだから幻想を持つのはやめましょうよ、何度言えば。いやいや、デキレースでもいいんですよ、それでもいいんです。でもそれ1位だけじゃないですか。2位以下はね、そこでみんなで争えばいいんですよ。カメレオンショーさんはももクロ1位、シャチホコ2位、おー、ワンツー、クリックマンさんと同じ、福耳3位のグッジョブ4位、オプエド5位、ツースリー6位、わー、ありがとうございます。大分7位でアマチュアさん8位、ダイス9位の10位、アキッチンと、他は特別賞という言い方もすごいですね。そう、だからいろいろね、この見方によってこの順位が変わってくるわけです。マスターミオさんは、ももクロ TV、 社食 TV2 位まではクリックマンさんと同じ、グッジョブ TV3 位のアキッチン4位、福耳5位のアマチュアス6位、7位オプエド、8位ツースリーで、プラス大分が9位で美少年コテージが10位という予想になりました。マスターミオさんのコメント、アイドル系番組の予想など特に悩みましたが、このような形にしましたというそういったコメントが入っております。ふきとみさん、結局ライブメディアはニコ生の一人勝ちということかね。日テレが、ああ、そうか、日テレが噛んでるっていうのもある、フルっていうところもありますよね。気軽で無法地帯のツイキャスにライトユーザーは、まあね、でもね、ユーストにはユーストの良さがあるんですけどね。まあちょっと、もし発言の時間とかあまり制約がないんであれば、僕も表彰式の会場でちょっとそういったところも含めてスピーチしたいなとは思っております。そう、社長子はももクロの妹分ですからね、似て非なるもの、ユーストとツイキャス、ユーストでしかできないものもたくさん、そうそう、そこの良さをね、どんどん僕らは生かしていくべきじゃないかなと思っております。師匠さん、1位ももクロ、2位アキッチン、3位アマチュアス、特別賞プラス大分 TBS、 なるほどね。夢のないこと言えば自分が大人だと言っている姿は確かに滑稽なだけだまあまあまあ、確かに。では残り2人、7人目8人目はこの2人です。 UI さんとタコースさん、揃って1位はやはりももクロですね。グッジョブ TV が2位とおっしゃるのは UI さん、3位が福耳、4位がキッチン、5位ダイス、6位ツースリーというのは2人同じですね。社長子 TV7 位、8位アマチアス、プラス大分が9位の美少年コテージが10位という予想。TBS とソリスター、そしてニューズオプエドが特別賞というのが UI さん。タコースさんは、ももクロ1位、ダイス2位、福耳3位、アキッチン4位。結構この2人の予想に通ってるところありますね。社長子 TV が5位、ツースリーが6位、グッジョブ7位、プラス大分が8位、ソリスタ9位のオプエド10位、 TBS アマチュアス美少年が特別賞という予想でございました。竹ちゃんさん、すごいね、ユーストは見にくいですよね言い切っちゃいましたね。国本ゆずるさん、こんばんは。東京門だけでないのは、高価もと、そうですね、各地方がいっぱい入ってる、特に九州が結構多いっていうのはちょっと九州人としては嬉しい感じがします。表彰式に来ない1位もどうしたものかと。でもなんかこの間どっかで見たんですけど、なんだっけ、ももクロなんか他のところでブッキングされてるっていう話を聞きましたけどね。アキッチンの視聴者数が思ったよりも多いことに23時59分まで悩んで送信しました。この未来はユーストリーム事務局のみぞ知る。まあそうですね、確かに。ではお待たせいたしました、23時34分、ちょっと時間がなくなってまいりました。私、渡辺の予想をご紹介します。こちらです。1位ももクロ、2位アマチュアス。皆さん、アマチュアスをちょっと見くびってませんか、8人の皆さん。アマチュアス結構上行くと思うんです。僕、ユーストトゥデイの、なんだっけ、政見放送の時にも言いましたけれども、
もう契約を解除したもう1台の iPhone でこの対象の投票ページを、まあ、できる限り見ました。そしたらね、今年アマチュアスの勢いが結構あったんです。で、これまんべんなく票を取り込んでるなっていうイメージがありました、ということもありまして、アマチュアス実は結構上の方に来るんじゃないかな。皆さん6位以下で予想してましたけども、2位あたり来てもおかしくないんじゃないか。で、ユーストリームスタジオプラス大分、これは先ほども、ツイートにありました通りかなりの票を稼いでいる。福耳が4位で、グッジョブ5位、ニューズオペード6位、7位アキッチン、8位ツースリー、シャチホコ TV9 位、ダイスが10位で、特別賞の、3つはもう最初の方に言った通りですね。もしかしてロッシー効果で、私もアマチュアスかなり上位だと思います。ナベチさんの予想と私近い、アキッチンと僕の予想近いんですね。アマチュアスはロッシー効果ありますね。ギク鋭いナベチさん、モンクロ表彰式に登場したら入り口の警備、そうですね、大変そうですよね。さらに倍せーのドン、さらに倍、タイムラインに投稿しない機能があれば、そうですね、それもちょっとね、票が伸び悩んだところもありますよね。人気ありきかもしれないけど、その中らしさを出した番組が多く、そうですね、らしさを出した番組がいいですね。師匠さん、悪いけどナベッチよりシャチホコが上な気がする。そう、そういう声もあるかと思いました。私予想の時にはこういう感じで考えていました。まあ、ももクロ1位は間違いないだろうと。で、2位3位4は一くくり、この中で順位変動はあり得るかなと。だから福耳も4位って書いてるけど、3位2位ぐらいもあり得るが、ただ3から4って書いてるんで、3か4かどっちかだと思う。アマチュアスは相当上の方、プラス置いたといい勝負なんじゃないかな。で、グッジョブ、ニューズ、オプエド、アキッチン、この5、6、7のライン、ここも4から7、4から7、5から7と書いてる通り、これもちょっとね、この中でこう入れ替わりがあるんじゃないか。8、9、10も同じく。で、さっき師匠さんがおっしゃってましたね、シャチホコの方が上な気がする。それもね、正直なところ言います、8、9、10の予想は願望です。アイドルより上に来てどうだって言いたいっていう僕の願望もあります。あ、ポップタンさん、こんばんは、ようこそ。フキトミさん、ももクロダイス、シャチホコ、福耳、ソリスタ、アマチュアス、グッジョブ TV、オプエド、アキッチン、ツースリーというような順番。そう、うん、2、3、10位っていうのはあり得るんですよね。ユーストの問題点も語ってらっしゃいますね。アキッチンと2、3がそんなに低いとは思えんのだが、まあ、これはあのそれぞれの予想っていうのがありますからね。で、さっきご覧いただいたように、このピンクで塗った前半ベスト10圏内が上位10チャンネルのうち9チャンネルに入るのはまだ間違いないだろうと、というところから予想しました。で、ポイントとしては2位から4位はデッドヒートじゃないか、そして 2,3 はどこまで躍進できるか、先ほど言った通り、アイドルより上に来ることができるのかというのが、全ては一桁順位になるための絶対条件というわけです。配当はありません。これはあの掛け事してるわけじゃありませんから。カオチンさん、いい声希望、今日もお疲れ、明日も頑張ろうね、いかがでしたか、ということでございます。まあ、27日、いよいよ今度の金曜日ですね、いよいよ3日後ということに迫ってまいりましたけれども、表彰式で明らかにということになってまいります。というわけで時間がなくなってきちゃいましたね、いかがでしたでしょうか。ユースト大賞ベスト10をさあみんなで予想しようのコーナーをお送りしてまいりました。ぜひね、あのちょっとアーカイブでまた見直してみるというのもいいかもしれませんね。皆さんの予想、送っていただいた皆さん本当にありがとうございました。では参りましょう。時間がありません。今日のテーマこちらです。195回目、そのまんま東へ、国道502号線竹田から臼杵ということでお送りしてまいります。地図はこちら、国道57号線からスタートします、そして道の駅清川というところを通過しまして、 JR の臼杵駅まで行くという、そういったルートとなっております。では参りましょう。23時38分になりました。ナベッチカー2-3、今回は大分県にあります、玉来だったかな、玉木だったかな、交差点からのスタートです。ごゆっくりとどうぞ。2月12日、今日は木曜日です。2週間前の収録ですね。大分県竹田市です。国道57号線です。で、鍋さんは東京さ行くんでか、はい、行きます。行きますよ。玉来、ありがとうございます。さすが大分の方、ピンクのカバさん、ありがとうございます。玉来交差点です。今の交差点からプチチョコパイ4個目
ますか。あと 2,3 個でしたっけそれね。カオチンさんやったー、よかったよかった、お喜びいただけたようで、このままエンディングまで行くのかと思って、そうですね、ちょっと喋りすぎちゃいましたね。1時間17分だからギリギリ12時56分ぐらいに終わる。サンリブ来た。サンリブはあの大分県が発祥なんですよね。泣いても笑っても表彰式を楽しんできてくれてありがとうございます。ぜひね、嬉し涙に変わればいいんですけどもね。好き、すごく好き、よかった。ようやく502ですね、早速メロディーロードの見どころと思ったんですが、それを期待してたんですけども、メロディーなりませんでした。おそらく反対車線かもしれません。いい声に思わず頑張ると言いたくなりました。ホームワイド来た、それから熊本市内は雨の予報が出ていて、熊本県内ですね、雨の予報、大分県だけこの中で知ってる番組が2つしかない、大分県と宮城県だけ曇りのち晴れみたいな、そんな郵送対象の投票ページにも今いい感じでももクロしか知らねえとかっていうのが結構多かったですし、さんさんと、そう、2位から4位の順位変予想が一番難しいですよね。これ予想してみると結構ね、難しいけど楽しいんですよね。大分、日本語ツイート少なかったのか、ユーストツイートランキングで、あ、なるほど、そういうことか。左側には武田警察署を拾うっていうね、逆にちょうどそのアドレスだけしか載ってないと、弾かれるっていうのはよくありますよね。道に入ってこようとしているところです、あ、フレインの本部なんだここ。今日はかなりタイムラインが流れてますね。左に武田市内の評判の悪い武田医師会の、そうなんだ、三里部といえば、三里場っていうのがあるんだ、三重県。三里部、丸食三里部は九州大体各県にありますよね。57号の抜け道とも言える502号、そうそう、もう一個抜け道となるであろう、中九州道がね、もう間もなくだっけ、ちょっと延伸されるんですよね。だから大分市内から竹田への所要時間も少し短くなります。状況の折は首都高環状線のロケよろしく。どうしようかな、懐かしいですね、その2つはアキチンとカーツスリー、ありがとうございます、嬉しいですね。福岡の地下鉄ですよ、そう、ポップタンさん、それを期待していったんですけどね、どうやら反対車線、こっち側の車線はないようなんです。ある頃の花の声、さあそれではこの歌、工場の月です。滝蓮太郎さんですね。この竹田にゆかりのある方なんです。岡城バイパスです。東方向へ考え方次第でいろんな楽しみ方があります。変わるわけですけどね、福岡の地下鉄アナウンス、なぜか今の交差点が天神っていう名前の交差点だったからですね。井の中の蛙は僕たちなのかもしれないと感じてしまう郵送大使の関連弁とか、まあ、もう開通したんですね。大野尾形間3分縮まったという。ちなみに私はカーツ3とアキッチンしか見たことがない、竹田の市街地については、そういうコメントあるとよかったかもしれませんね。天皇8号線をやった時にあえてね、ももクロだけじゃなくてね、アキッチンしか知らねえとかね、去年だったかな、去年だ、工場の好きなら文語竹田駅で聞いたな、やりましたけどね、大野朝治が抜けました、天皇8号線乗ったけど危ない、事故増えそうな、わあそうなんだ、なかなかの国道だったんですけど、怖いな、国道じゃない、県道だ、竹田市の運動公園右側です。その時にお届けしました。このちょうど502号線、福岡の地下鉄アナウンス、ね、立体交差してるんですよね。天神岡の里トンネルです。工場の月そっち来たか、まさしさんで200回は何するの。3月に入ってからです、ごめんなさい、もうしばらくお待ちください。3月、そうだな、2週目ぐらいに概要は発表しようかなと思っております。玉ねぎ炒め完了、そう、5キロやってらっしゃったそうですね。お疲れ様でございました。水分け峠通りますか、交互期待、まあ、地図ご覧になってください。鉄塔来た、あ、そうだ、ザカさん久しぶりに、そうだ、鉄塔ある時にザカさんがいらっしゃるというなかなか珍しい感じ。カオチンさん、ナベチさん、皆さんおやすみなさい。あ、ちょこっとありがとうございました。カオチンさん、また明日か明後日ぐらいからまた寒くなるっていう話なんで、どうぞ体調管理にはお気をつけて。七万石トンネルです。次は中津、出口は右側に変わります。地下鉄違う。いやというわけでね、まあ、502号線通ってきた、こちら岡城市、岡城の、まあ、城下町なのがこの竹田の町なんですよね。すごく風情のあるいい町なんですよ。快適に走れる道なんですよね。い
や皆さんの予想をね、今回、まあ、皆さんその日曜日までにお寄せいただいた8人の皆さんとそれから野田さんをはじめタイムライン上にね3人の方が乗っけてくださいましたけれども、これでかなり皆さんの予想それぞれこうちょっとね考え方に違いがあるんだなっていうのが分かりましたよね。ここだけの話から通するよしちゃんはジャコジャコがきっかけ。おお、そうなんですか。ありがとうございます。ジャコジャコの皆さんありがたや。そう、あれですかね、ひょっとしたらあのアキッチンパーティー in 福岡に関連して紹介されたのかな。画面には映っておりませんが左奥にですね、まあ、それはそれでありがたい話です。で多分この辺りでね、工場の月が鳴ったと思うんですけど、ちらっと見えましたね。耳をそば立てて待ってたんですがどうやら鳴らなかったんです。反対車線かもしれません。それぞれ自分が好きな番組があってそれぞれ番組を応援して楽しむ、それ以上でも以下でもない、通知にして遊ぶのは自分は好まないだけ。そうそうそう、いろんな楽しみ方ありますんでね、いやこれはこうだなんてあの突っぱねるのはなしにして、それぞれの予想を楽しむというそういう趣旨でございました。まあとにかく結果は金曜日に分かりますというところです。末広がり88人の皆さん、ちょっと1人減っちゃって87人になっちゃいましたけども、まあしかし、一時90人ちょっとまで行きましたね。ありがとうございます。俺は何きっかけで加圧するよ知ったんだべか。アキッチンを知ったのが糸島の会です。ああそうなんだ。でもすごいですよ、糸島の会でご存知になったアキッチン、かなり面白いでしょ。あれね、俺がやったとしてもできません。まあそれ以前にあの料理がまずできないというのもありますし、あそこまでのハイテンションでっていうのもなかなかできないし、やっぱそこはやっぱねアキッチンの持ち味が出てますよね。面白そうな道で結構なトンネルも多かったりするんで、前半はね沖縄331号線の旧道の二見には、左と右で庭音で聞こえる、そんなのもあるんだ、面白いな。三里場って三重県の川越町と朝日町の周辺のことを言います。朝日から三里場ね、はあはあ、面白い。文豪の市に入りました。ナベッチさんがアマチュアスをここまで上に持ってくるとは、いやすごかったんですよ。投票ページ結構アマチュアス票稼いでました。まあ2位は大げさかもしれませんが、でもねかなり上の方に来てるのは間違いないと思います。6位かって皆さん予想してますけど、甘い甘い、もっと上です。月曜までいればユーストトゥデイに出れるよ。残念ながらね日曜日にあの仕事が小国であるんで、さすがに一回帰ってもう一回東京ってわけにはいかないもんで、土曜日には帰ります。おほう、ここが某中華さんのふるさと、そう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 、中華市東さんね、大分県出身なんです。この辺がいわゆる奥文豪エリア、何もないけれども、いや原尻の滝があるじゃないですか。とっても綺麗な滝があるんですよ。あのこの番組でも今年に入ってからだったかな、去年だったかな、あ去年だ、去年の年末に県道56789と立て続けにやったんですけども、その時に原尻の滝をご覧いただきました。初めて拝見した時には麦茶イリュージョンでした。アキッチン初めて見たのが麦茶イリュージョン、大当たりじゃないですか。アーカイブで初めてアキッチンを見た時の一言、なんじゃこりゃ、そうだったんですよね子供の頃。まあね、お料理バラエティの枠を超えてますよね。2-3 を初めて見たのは飛行場が出てきた時、今の出先のすぐ佐賀空港かな、出先か佐賀空港をやった回もかもしれませんけどね、飛行場が出てきた回、国際公認メロディー反対車線でしたね、裏で検索、あやっぱそうなんだ、3カ所ぐらいあったんですけど、そのうちの1カ所が菊陽町にあったんですよ。懐かしいな、もう一回やりたいとか言ってじゃこりゃ、まあね、言わんとすることはわかります。アキさんもすいませんとか言ってる、いやいいんですよ、それでいいんですよ、それがアキッチンの持ち味ですからね。あれはね俺にもできないし多分他の配信主にもできないと思うんですよね。あのハイテンションで踊り続けるっていうのはねやっぱすごいなって、才能ですよ、お料理タレントですよ、さすがです。これは県道
さあ、大分県内の国道502号線は非常に走りやすい道で、特にこの辺りは信号もないんで、編集点大丈夫かななんていうところも考えてしまうぐらいの、そういう道なんです。でどんどん下っております。豊後大野市を走っておりますね。この辺の交通量少ないけど、この先はそうそう急に増えるんですよ。三軒茶屋、そうそうそう、なんじゃこりゃーのね、ボキャブラネタ、三軒茶屋、かなり似てるんですよね、あの松田優作のモノマネしてる人がね。なんじゃこりゃーと思ったのは時ミラそうね、なんなんだあのハイテンション。普通さ、ハイテンションって3分5分持ったらいい方なんです。あの番組1時間以上ハイテンションですからね。なんだったらもう生きてる間ずっとハイテンション、まあんだけハイテンションならこう病気に打ち勝つだろうなっていうね。ちょっとやそっとの病気には打ち勝っちゃうっていうような感じがしますね。だから病気の時あの2人のエネルギーをもらいたいですよね。今回は酷がなさそう。はい、ございません。エンジンブレーキ始動。原子流の滝方面です。キッチンパーティーは東京で2回、大阪1回。あ、すげえな。なんだろう、その説明だけでキッチンへの興味がムクムク。県道7号線。湧いてきたでしょ。原子流の滝へはここからね、キッチンはすごいんですよ。もうとにかく、まずはライブで見ていただきたい。カメレオンショーさん、麦茶イリュージョンはある意味衝撃映像でした。正直本編よりそっちの印象が一番思い入れがあるのは、初回のユースト大賞3位、入賞後の配信時の号泣。そうそうそうねえ、あ、キッチンの目にも涙です。違うか、ちょっと意味が違う。自分何だったかな、 YouTube でたまにたまたま見て、それが219号の球磨川上り編で、それがきっかけで生配信見るようになって、国道好きになって256走りに行きたいと思った。東に向かっています。ありがたいですね。天気はいいですね。あ、サホミスさんこんばんは。先週は心配かけてしまって、いやいやいや、サホミスさん雨かなってちょっと心配していたんですけれども、ね、昨日の天気予報では非常に辛い中ね、ご覧いただいてご挨拶いただいてありがとうございました。その後いかがでしょうか。まあ触れない方がいいならば触れません。まあでもね、なんとかお気を確かに、ね、日常を取り戻すまではかなり時間かかると思います。ですが前を向いて、ね、歩いていく勇気ができたらば、そのお力添えがこの番組でもできればななんて思っております。近道にできる新駅の駅名を募集しとるようです。あ、その、鹿児島線の話ですね。熊本駅と川尻駅の間、まあ普通に近道でいいんじゃないかなと思いますけどね。いわゆるセントレア的なものはつけなくていいんじゃないでしょうかね。あ、キッチンオフ会楽しいよ。東京3回経験、ね、3回も来ちゃうぐらい楽しいっていうのが伝わってるかと思います。間違えたこの番組のきっかけはうちの番組見に来て、米入れてくれたことだ。そう、日曜日の夜ね、あの S ナビ時折見ておりまして、なかなかね体力的にしんどいんですよ日曜日の夜って。でも S ナビはね、なんかふわーっとした状態でも見られるんですよね。なんかとことん恐れ入ります。いや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 、それはもう皆さんね、そうですよね。あ、キッチン面白いもんね。カー23を知ったのはユーストサーフィンしててかな。ちょうど武田鉄矢のモノマネしてた。のアーチが綺麗ですね。そうなんだ。はい、みんな中学で、はい、あ、キッチンというのはね、みたいな感じでモノマネしてた時だったんだ。豊後大野市尾形市所左側です。空が広く感じる。そう、なかなかね、大分県もいいところなんですよ。あ、キッチンはマジで尊敬しています。竹ちゃんさんね、素晴らしい。なんか親近感を感じた。マニアはここから左に曲がって広域農道の奥文庫グリーンロードから大野インターで三重町を迂回。渋いルートだな。 2-3 のオフ会はないの。しませんしませんしません。熊本港前とかどうでしょう。新駅前じゃねえな。まあそれだったらアクアドーム前の方が近いですもんね。ああ、飛ばして道だ、わかります。アクアドーム入り口か熊本港入り口、そう、入り口ぐらいがちょうどいいかもしれませんね。カーツ3を知ったのは YouTube のアーカイブを見たのがきっかけ。ありがとうございます。そういう方が実はね結構いらっしゃるんですよ。麦茶イリュージョンはある意味、大家さんとの戦いでもあります。というのはしばらくはキッチンの入り、そうそう、確かに。あ、ザカさんありがとうございました。東京でありがとうございます。
東京お邪魔します。ツイッター絡み初2-3が桜のラストチャンスか。はあ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 、桜ラストチャンスっていうのやりました。あ、サットさんようこそお越しくださいました。こんばんは。時々何とも言えない気分にはなるけれど、一応平常運転に戻って、あ、よかった。そう、あの時折グッてくる時ありますよね。大丈夫、そういう時はもうね、しばらくはもういいんですよ。目玉が泣きたい時に泣けばいいんです。しょうがない、もうこれはもう感情のコントロールしてもどうしようもない時がありますんで、うん、大丈夫です。みんな多分ね、同じ経験をしている方はそうなると思います。きっと分かってくれると思います。昔ユーカファミリーロードでやったじゃん、オフ会。あれオフ会と捉えるか、まあそういうことにしましょうそういうことにしましょう。まあね、あれオフ会というよりも結構ね、あの特にサイバさんなんて、あの折りたたみ自転車だったんで相当酷なことになってて、本当に申し訳なかったなというところもあります。2-3を見出したからユーストにハマって、今ではテレビよりもユースト。 MI さん嬉しいな、そんなこと言ってくれると本当にありがたい、嬉しいです。あ、アリンコユーストさんこんばんは。風呂上がりです、ようこそお越しくださいました。地図をお送りしなければいけません。途中からご覧の皆さんに地図をお送りします。僕はまたタブのツイート企画が相当余ります。この先ツイートきっかけで道の駅清川があります、ね、あ、龍雪さんありがとうございました。週末の東京楽しんできてありがとうございます。僕、私も YouTube を見て地元の熊本でやってる人がいるんだと思って頼みしに見てみたらとても面白かった。うわ嬉しいですね、ありがとうございます。高々です、天狗です、天狗熱なんて言ったりなんかして、悲願のノミネートおめでとう。あ、サットさんありがとうございます。もうベスタビーの方でもあのツイート見て、おめでとうなんて言っていただいて本当にありがとうございます。マロダンさん、カーツ杉下の10号スペシャル最終回の時にうどんのウエストさんから誘導されたのがそうかそうか、あのウエスト来たとかっていう、ね、あ、100人超えました、ありがとうございます。しまいにはスカイプ経由でユースト番組で喋ってしまう始末。スカイプ経由で夜通ると怖いですよね、これしかしね、ありましたね。勤務時間が変わってユースト見る機会が減ったで、ああ、まあそれはしょうがない。でもね、アーカイブなんとかで1ヶ月は持ちますからね。そこでご覧、まあでも生の方が楽しいもんな。そんな受け皿ができて、なかなかねどうしようもないところはありますけれどもね。2-3のオフ会あったら行きたいです。じゃあね、2-3のオフ会はしませんが、明日夜8時、清川です。いや8時50分から。例の番組見てください、ある発表があります明日夜8時50分からあの番組を見てください。といえばもう大体言いたいことはわかるかと思います。ナメッチも東京支部福耳オフ会に出る、うん、どうでしょうね、どうでしょう、まあ日程が合えば、あ、マチッとしたら離脱します、明日は休みですが某100、あ、そう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 、もうね今月いっぱいで閉店になっちゃうんですよ、多分そこに行くんでしょうね。リュウジママさんこんばんは、ノミネートおめでとう、ルンルン、ありがとうございます、嬉しいございます、本当に皆さんのおかげです。祝100人超え、ありがとうございます。カーツ3はユーストトゥデイでしてます、あーユーストトゥデイにも足を向けて寝られませんね、ありがとうございます。46、牛木41、三重9、そぎゃんです、生の方が面白いんですよね、そうなんですよね、あの番組ルンルン、そうそうそういうことです、あの番組です、ピコハンが飛びまくる番組、そう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 いうことです。そこでアルファベットだけ見るとなんか、まあ、とある発表があると思います、ね、交互期待、はい、ミー、だいたい言わんとすることはわかると思います。あ、9、さっき100人1人までいたのに12人一気に減っちゃいましたね。文豪の市清川市と右側です、立派な建物、明日でしたっけ、中学校が28日閉店です。ですから僕が帰ってくる日です、信号機が東京から、ルンルンの番組、そうですそうです、まさかあの娘さんとご成婚、そんなことはない、なことはない、なことはないです。ということでありまして、まあね本当に皆さんのおかげでありますけども、さあここで右折します、道の駅です。その時間仕事なのでアーカイブでツッコミまくらせていただきます、ぜひぜひ。おっとおっと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 、テロップ間違えちゃった、道の駅大野だったかな、広島の暴走番組、そういうことです。ここに来るときはいつもアキさんのツイートから、それはそれでありがたい、
私もユーストツデイで知りました。初めて見たのはおもてなしでした。ありがとうございます。なんかわかった。なんだかモニュメントが、ごめんなさい、大きな太鼓、テロップが間違ってます。さらに大きくしたようなそんなモニュメントがあります。ボモソフトでおなじみ道の駅清川です。でこれ敷地が隣り合ってるんですけども、文豪の市の神楽会館とありますね。そのまんまつながってるんですね。一体化されてます。急に215線モード申し訳ございません。突然の日差し大変失礼いたしました。敷地はこれ道の駅の敷地というよりは神楽会館の敷地に入ったわけですね。日差しじゃございません。道の駅清川です。レジ回ってました、ごめんなさい。もうぐちゃぐちゃ、しかもフェードだしぐちゃぐちゃ。道の駅と神楽会館を出ます。もうもらっちゃえ。再び国道、申し訳ございませんでした。まさか落とし物をしたようです。広い駐車場来た、ね、そうです。はい、502号線戻ってまいりました。またかぶって歩き出すよ。ユースト大賞表彰式まであと2日です。2月25日になりました。グダグダ本当です。謝罪の声素敵です。同じ形の、申し訳ございません、当ホテルでは。高島さんですね。尊栄 A と書いてますね。清川村でございます。大分の県道の清川駅前です。右側が文豪清川駅、JR の豊肥本線ですね。なんかカップルの女の子がこちらをずっとじろっと見ておりました。どうしたんでしょうか。申し訳ございませんでした。ヤダさん、おととい誕生日でした、おめでとうございます。素晴らしい。この豊肥本線はですね、しばらく同じ家が57号線沿いにずっと町営住宅とかそういうことなんでしょうけどもね、あ、ウクレレ高津さんありがとうございました。おやすみなさい。レイジの時報ってナベッチの手動だったんだ、知らなかったよ。そうなんです、手動なんですよこれ。すごいヒューマニズムあふれるでしょ。あ、サホミさん、今更気づいたけれどノミネートおめでとうございます。 ありがとうございます。嬉しいです、皆さんのおかげでございます。そうなんですよ、手動なんで今また出そうと思えば出せるんですよ。こんな感じでね、遊んじゃいました、ごめんなさい。直線多いな、まあバイパスですから非常にのんびりした道です。いかようにもできるわけです。ちょっとこうセンターラインが太いっていうのもありますね。今右側に同じような小さな家が5、6軒、そうそうそう、おそらく町で一括的っていう言い方は変だな、一括で作ったんじゃないかなと思われます。レンダー、そうです、レンダーやっちゃいました。レンダー困っちゃう、違うかバカだな俺、何言ってんだ。時報が放送禁止のピーに聞こえた。 1K の、 あの放送業界でいうところの 1K の音です。今のがピー、微妙にこの音程が違うんですよね。まあ、この辺はこんばんは、京橋 TV ご視聴&コメントありがとうございます。ありがとうございます、こちらこそいつもありがとうございます。ちょうどね、あの配信準備をしているときにね、ちょうど京橋 TV が流れてて、藤本さんの声がね心地いいんですよありがとうございます。それか大人の宿泊、じゃあね大丈夫、それじゃないです、大丈夫です。レンダといえば高橋名人、懐かしい名前出してきます ね、高橋名人バイハードソンとか言いながらね、そう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 、小僧売り誕生日おめでとうございます。水量が多いですね、小僧売り、いつもよりも多めに鳴らしております。でもギャラ同じなのみたいな、ね、カーツースリーはユースト見出して自力で見つけたけど、ツイキャス視聴が同じだったミキティさんと仲良くなれたいい番組。おー、なるほどね。前方に大木さんもね、東京から旅立たれてね、新幹線乗ってどこか行かれたようですけれども、まあこれはね、あのご本人のプライバシーに関わることなんで、あまり深く詮索しないように皆さんもぜひよろしくお願いしたいと思います。国道500番台って道が荒れているイメージがありますが、この502号線はいい、そうなんです、全く酷じゃありません。サイドチェンジですね。暇があればここから26号線に左折して、鎮田の滝にぜひ、近代土木遺産の旧、鎮田
発電所はおすすめ。1K ください。稲潤さん、1 K ください。岩戸ブリッジ、岩戸橋、はい、1K でした。時報が放送禁止の P に近いのは現在の802の時報。ピー、結構ね、あの今のポーっていう音のところもあればピーのところもあってね、それぞれ違うんですよね。左ダム湖、これダム湖なのかな、ちょっと詳しい方いらっしゃったら教えてください。単なる池かもしれません。25日になりました。あさって表彰式会場にいるっていうのがね、どうもまだね実感が湧かないんですよね。まあ、今年ちょっとあの去年までと大幅リニューアルっていうことも書いてあったんで、どんな形式になるのかなって、当日言う内容を一応シミュレーションして考えてはいるんですけど、大幅に変わった場合、その言いたいことの半分も言えなくなる可能性もあるわけで、この先502号線は326号線に一旦吸い込まれます。あのそこもうまく、ただもう少し先やり抜くのが、まあ、タレントとしての見せどころかなというところもありますので、そこはしっかりと僕のことを全く知らないであろう皆さんがいっぱい見てらっしゃるんで、そういったところも、加味しながら、そういったところもわきまえて踏まえてお話ししようかなとは思っております。フェードの時報は気が抜けますね。そうですね、やっぱあの時報はやっぱりこうカットでこうの方が気持ちいいですよね。フェードだとどうしてもね、なんかこうなんか違うんですよね。そういえば J-WAVE って時報ないですね。おー、毎度渡辺コーチでおご利用くださいましてありがとうございます。この車は502号経由薄木行きでございます。違います、違います。みー、ぐしゃ、ぐしゃなんだ。ダムこと言っていいかも、この辺り。あ、水力発電所ね。なるほど。左は川じゃなかったかな、この近くには川辺ダムしかなかったよ。なめちさん、頬をつねってみてください。夢かもしれん。夢や。いや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 。いや、これまあ、うん、まあ、嬉しい夢じゃあるけれども。今日も回線落ち、あらららららら、残念残念。景色が開けて。でも大丈夫、しっかりとアーカイブ残しておりますんで、ご安心あそばせ。遊ばせだって。文豪の市、三重町です。何度も時報が、ここ時空が乱れております。そうですね、今日ちょっとねナチュラル背景をお送りした。大幅リニューアルって言っても過去2回しかやってないし、その2回だってスタイルが確立されたわけではない。何言いたいんだ SB は。まあ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 、いやでも過去2回は大体同じだったじゃないですか。大体ね、多分やっぱ変わるんですよ。去年までのようにこうマイクが真ん中にあって受賞者がスピーチするっていうのからちょっと変わるんでしょうね。まあ少なくとも時間帯が大幅に変わってますからね。このコースは三重カントリーの横を通るときにナイスロケーションがあります。よくご存知。そう、三重カントリークラブっていうのがあるんです。はなはだ簡単ではございますが、嬉しい言葉とさせていただきます。で、某、ね、芸人さんのお言葉です。それわかんない、誰だそれ。 J-WAVE はスインギングクロークで歌う時報っていう形態、スインギングクロークかっこいいね。そういうもんなんです。表彰式の招待状みたいな案内って届いてるんですが、東京で迷子にならない。あ、大丈夫です。僕あの、まあ、おのぼりさんではありますけれども、それなりに土地感はあります。で、ちょっと迷ったとしてもそれを楽しむっていう余裕がありますので、ご安心あそばせ。で、まあね、最近は文明の利器もありますから、こういうので、メトロタッチだったかな、メトロタッチも持ってますんで、まあ最悪地下鉄で迷ってもこれで乗っちゃえばいいし、まあ JR 線は大体わかるんで、さあなんとなく、ね、ビルの内々の王子です。ああ、見えてきましたね。あのケーキ入刀の、ね、まあ、中心市街地ということでいいでしょう。
鉄塔も見えます。ゲートアセンド、そうです。さあ、また街並みが見えてまいりました。遊ばせ。三重総合高校右側です。右に行きますと、国道327日東京の授賞式、楽しみ、ありがとうございます。正面も326号線ですが、502号線のルートとしてはこの真っ直ぐなんですね。0時回っておりますが、ようやく2本目に入ろうとしております。まもなくダブリ区間ですね。そうですそうです、2本目。お父さんが自分の大好きなジムニーをついに納車。今週の日曜日、峠に連れてってくれるそうです。やりましたね、お父さん納車、そして峠連れてっていただけるということで、おめでとうございます。でこれが新車ならではの匂いを楽しんでくださいね。おめでとうございました。右側のモダンな建物が豊後大野市役所です。東京に行くと乗り換え案内は手放せませんね。そうそうそう、あと何両目に乗るとこう乗り換えに便利だなんていうのもね、ちゃんとアプリでありますからね。まあ、熊本にはそういう乗り換え何両目が簡単みたいなのいりませんからね。1両か2両しかありませんから。そういえば私がカーツ3を見るようになったのは一昨年1月の末からで、サンデーユーステーションがそっちがきっかけだったんだ。干し椎茸ホームアイド来たー。J-WAVE 時報コレクション、あ、これちょっと後で見てみましょう。国内でユースト大賞のネームバリューは、まあ個人、次は博権威が欲しいと。 それやるんであれば、その権威が欲しいんであれば、あのユーストトゥデイの皆さんがおっしゃってた通り、ユーストトゥデイの綾野さんとか三上さんとかを審査員として招くっていうのが一番いいと思いますけどね。お、一瞬星が見えた気がする。ムム、そうです、あの切り替えの時にね、今回は星のやつを使ってみました。京橋、お、あ、リツイートか。カメロンショーさん、ありがとうございました。外れてきました。グフフフフ。ただ先ほどまでとはやっぱり車の量が違いますね。少し増えてますね。豊後大野市を走行中です。今夜は国道502号線竹田から臼杵に向かって走っております。あ、そうだ、今日は自分でこれを出すの忘れてた。2週間前の収録からリッター単価5円近く上がる大分。あ、そう、ここ最近はだいぶね安くなってたんですが、もうだいぶ底が見えてきたのかなっていうところですね。クロス FM のミュージッククロックもかっこいいです。おお、クロス FM が午後2時をお知らせします。グリーンステーション、クロス FM。 ステーションジングルは知ってますけどね。まさかトヨタが CM で、あの名車を出すとは。ん、なんだなんだ。サニーロック経由で宮崎ルート抜けのルートだから交通量、そうですね、多いですね。東九州道が開通してから、そう、ようやくね、大分と宮崎の県境がとうとうつながるんです。まあ、正確に言うと、いや、そうかそうか、県境ですね。メケソニックで東京、あ、違う、いや、そうか、まあいいや、まあとにかく両県が高速で行けるようになるんですよ。メケソニックで東京行ったが、乗り換えアプリで、そうですね、やっぱね、あの、やっぱ慣れてないところはやっぱそういうのがあると非常に助かりますよね。特に東京あたりは複雑ですから。直線ドライブで眠気がむにゃむにゃむ、ゲオ来た。三重という言葉を見聞きするとどうしても東海地方の三重県を想像してしまう。未だに大分に三重って、そうそう、あの、なんだっけ、鹿児島に長崎花とかね、宮崎にベミブとかね、ベフとか言ったり、福岡にもありますね、ベフっていうのはね。あ、まあ、それジングルですやんと突っ込もうとしたらご自分で、そうです、強引じゃ強引、ちょっと違ったな、時報じゃなかったな、なんて。大分と宮崎もそうですが、福岡と大分もつながりますよ。全通ではそうなん、全通ではないですよね。福岡県内に一部
残ってるんですよ。ちょっとあの地権者と揉めてるんだそうですからね。東九州道は豊前のみかん農家が用地買収に応じなかったので一年。そうなんですよ。で福岡県にもあるんですよね、そういうところがね。行く橋あたりだったかな。ようやく宮崎と大分がつながるようになりました。そうなんです。だから長らく陸の孤島だと言われてきた延岡がようやく孤島ではなくなるという。でもかなり待たされましたよね。出雲崎が新潟にある。そう、出雲崎途中で1年遅れです。はい、どうやら右折待ちのようですね。水谷さんです。警視庁の杉下です。はいはい、はい、自分で言ってておかしいな。これ三菱石油単体で残ってるエネオスな、そう珍しいですよね。あ、カメロン翔さんありがとうございました。家からだとちょっと途切れがちだったので後日アーカイブで再視聴。すいません、お手数おかけします。ありがとうございました。もうしかし絶滅危惧種ですよね、三菱石油ね。大阪に行ったら御堂筋線、中津の発音に違和感。おお、中津とか言うんですか。九州横断道はまだまだ先のようだそうです。あの大分県は結構先に作ってます。あ、それは違う、中九州道。九州横断道は宮崎県の方が割と早いですね。狭くなってます。熊本県は少なくとも矢部までは作るのは決定してます。そっから先ですよね。右京さん、そうです。はい、アプリの再インストールを経て復帰、いきなりクラッシュして、あららららら、大変でしたね。でもそれでも見に来ていただいて、また復帰していただいてありがとうございます。ゆういちまおさん、細かいことが気になってしまう僕の悪い癖ですね。はい、紅茶っていう設定でね、オグタンマグカップです。可愛いですね、オグタン。この前の日曜日ね、あのオグタンが久しぶりにユーステーションに現れたんですよ。可愛かったですね、やっぱりね。このところ1分ちょっとの動画が続いています。ちょっとこの辺はね、あの赤信号に引っかかる率が高かったですね。しまった、アイス取りに行ってからジョイクル、はい、残念でした。警視庁の杉下です。はい、しか言えない。細かいことが気になってしまう僕の悪い癖ですね。と申しますと、はい、警視庁の杉下です。ちょっと似てないな。九州横断バスには乗ったことがあります。九州横断つながりで、あれはね、中九州道のルートですよね。それができれば、まあ、随分先、あれは僕が死んだ後になるでしょうけれども、お別れです。随分先です。私の中では中津は大分です。そうですよね、九州人にとってみればそうでしょうね。326号線とお別れです。502号線単独区間に戻ってまいります。戻った途端になんだか急に片側交互通行、あるいはめっちゃ狭いっていうような、そんな道に入っていきます。工事中、イライラ棒を通すような、そんな感じです。バスとか通れねえぞっていうような狭さでしたね。高速道路、道央自動車道も最北の町稚内まで開通する日も近いかもです。多いな、ここ気をつけないと曲がり損なう。そうですよね、502をトレースするつもりがってやつです。でしょうね、大抵の工場は改良するためのものですからね。なんだこの塩キャラメルアイス、まあ、わー、塩キャラメルアイスいいですね。皆さんいろんなものを食べながらご覧になってるんですね。塩キャラメルアイスに、ミニチョコパイですか、いいですね。そして中には玉ねぎを刻んでらっしゃる馬刺し屋さんもいらっしゃって、工事の看板もちっちゃいですね。ニコニコ診療所、そうそう、これちょっと面白かったですね。ニコニコ診療所、九州産地山小屋基礎、九州産地小屋、それがね、県道9号線あたり、あ、じゃあ8号線か、去年の12月ぐらいにやったのがあります。ぜひこちらのアーカイブもご覧いただければと思います。ここバス通りなの、あ、そうなんだ、ラブホー来たー。お好きで
ですね、まあ、私も好きです。熊本県内での中九州道の知名度の低さに大分県民びっくり。全然作ってないですからね。ようやくあの滝室坂道路でその第一弾ということになります。リア充向け施設来た、ラブホテル来た、皆さんそこで盛り上がる。ここバス通ったっけな、昔は国鉄の、へースラローム今の、なぜか余ってる節分なめだ、そう。ずいぶん持ってましたね。まあでもだいぶね、季節も確かに4トン車以上、たまに春らしい陽気が、狭すぎます。関東では20度近くこの間行ったそうですよね。いつもニコニコ現金版なるほど、類上小型車イライラ棒懐かしいですね。このアクアですらちょっとあのゲームセンターにもね一時期ありましたよね、使うようなそれを模したゲームがやりたかったけどね、やろうと思ったらもうそのゲームセンターが潰れたとかね、機械がなくなってたとかね、そんなんだったんですよ。豊後大野市三重を走行中です。順位予想をお届けした頃から比べるとかなり人数減っちゃいました。現在70人の皆さんご覧いただいております。ナベチカーズ3、今夜は195回目、そのまんま東へ国道502号線、竹田から臼杵に向かっております。前半相当皆さんからのツイートもガンガン流れたようですけどもね、だいぶ落ち着きましたね。今日も0時過ぎるとやっぱりね、どうもツイートが落ち着くっていう傾向があります。工事規制がなんか雑、雑だし狭いししんどかったですね。昔任天堂64に炎のチャレンジャーのゲームあった、あ、僕は友達にやらせてもらいました。三重カントリークラブ入り口左側です。これは無理だろうって、このジョグダイヤル、ジョグダイヤルというかこのね、このコントローラーでやるのはなかなか難しかったですよね。今回リア充になれそうでなれない、もう慣れそうでなれない、そうか、臼杵駅に向かうバスだということは、好きな子がいて、これすげーなソーラーパネルがってうまくいきそうな、いかなさそうなっていうこの狭間もいいですね。青春だな、いいな、素敵だな。向こう側の丘の上にもブーッと並んでいます。それこそメガソーラーって感じです。そう、あのこれね、動画には映ってませんけど、右側の臼杵市に入ります。ものすごいたくさんのソーラーパネルが並んでてびっくりしました。まあある意味絶景スポットですね。ジョグダイヤル懐かしいでしょ。そういえば小学校の国語の教科書に載っていた記憶があります。そうか、大分県の野津町なんだ。薄津バスって言うんですか、ジョムさんって。薄津違うか、失礼しました。さあ、薄木市に入っております。任天堂64ならうちにほぼ新品。おわすごい、普通の。どうなんだろう、今それ売ったとしてもそんなに高く買い取られないんですよね。僕だいぶ前にもうプレステ3が出ている頃に初代プレステをその売りに行ったらば100円ぐらいで買い取られましたからね。そう、これ100円かいみたいなね、ちょっと寂しかったですね。ジョグダイヤルといえばくるくるピッピ、なんだそれ、くるくるピッピってなんだ、なんだ、広田吉右衛門さん、吉右衛門さんの名前、あー、そういう名前だったんだ。真正面に太陽、まあ、正確には薄津交通という大分バスの子会社の、小話なんていうバカバカしい話で途中でこうね着物脱いだり、ね、落語家さんみたいなことをやってみたり、なんていうこのバカバカしい話。タタタン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 。いやいや、だまだまありがとうございます。いやー、しかしなんですな。ソニーの携帯の、そう、ありましたね。あったあった、ドコモ全盛期の頃ね。SO904i とかね、なんかそういうのですね、ジョグダイヤルがこう横についててね、 MD なんかもそういうの同じのがついてたんですよ。懐かしいな、ポータブル MD ね。ジョグダイヤルといえばバイオについても
イオにもついてたか。今やそのバイオはね、ソニーから離れまして、オリジナルブランドとしてまた新たな道を探ってるようですが、ソーラーはソフトバンクが力入れてやってるけど、市がやってるのかな。そういえばそうでしたね、ソフトバンクがかなり力入れてるっていうのがありましたよね。あれぐるぐるの、あらららららら、じゃあちょっとですね、これもう一回ブラウザを立ち上げ直し等々、ちょっといろいろとお試し遊ばせお手数おかけします。キッチョムは、クス町なので全然場所が違うんですけどね。あ、そうなんだ。セガサタン、あ、セガサタン、セガサタンにドリームキャストにサテラビュー、それからなんだ、バーチャルボーイ、さあどんどん下っていきます。任天堂の黒歴史、こういったものもありますよね。バイオ使ってましたが、ジョグダイヤルは使ってません。使ってなかった。ついてはいたけど使ってなかったってことですか。ジョグダイヤル使ってた。あ、懐かしい。そしてキッチョム、といえば富永一郎。あ、富永一郎先生。懐かしいな。富永先生ね。おっぱいとかいろいろ書いてましたよね。それから鈴木先生がこう土管に入ってるとかね、柏村武明さんが入ってるとか、車談吉さんが入ってるとかね。そうかと思えばかなり芸術性豊かな素敵な作品書いたりとかね、それがなかなか面白いんですよね。イン直して、イン直して復活、よかった。龍一ママさん復活おめでとうございます。男は黙ってワンダースワン、やっちまったな、やっちまいましたね。何かとジョグダイヤルが流行った時期、そう、流行ったというか、ソニーの中で流行ったっていうような感じですよね。つけりゃいいだろうみたいなところがあったんでしょう。漬物工場は、高速大分道沿いに大きな工場がありますね。キッチョム漬け、ジョグダイヤルが携帯市場一番使い、おお、それをね、これだけの方が覚えてらっしゃる。お笑い漫画道場、そうそうそう、マリコさん、正確に言うと漫画のところがカタカナですね。お笑い漫画道場、いい道ですね。あれプレイディアンの名前が出ない、なんで分かんない、それ分かんない。502号線、ジョグダイヤルが分かんなくてググった。おお、さらにそのまま東、元バイオ機械だけどジョグダイヤルはついてない。僕もね、ノートパソコンを使ってますけど乗ってなかった。お、女性と、女性とこんばんは、ノミネートおめでとう、ありがとうございます。女性とも投票ありがとうございました、助かりました。ドリキャスは湯川専務ですね、懐かしい。そういえば何だっけ、セガが社名を変えるそうですね。それでなんかヤフーニュースで見ました、セガの社名が変わってセガゲームスかなんかになるのかな。正確にはその持ち株会社の下の現状のそのセガがセガゲームスっていう風に変わるんです。だからセガガになるのかとかで、セガのガっていうのは実はゲームの略なんだそうですよ。だからセガガかみたいな。南光さんありがとうございました、おやすみなさい。ちなみに名古屋の次は広島でしょ。うわー大変ですね、いろんなところ行ったり来たり、ね、行ったり来たりというか大変ですね。独自企画が大好きなソニー、そうですね、そうそう、だから本当にガラパゴスっていうところありますね。川島直美の黒歴史番組、そう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 、全く語らないですよね。でも三菱のガラケーについてたジョグダイヤルが重宝してた。お、三菱もあったね。そういえば三菱だけにこの D いくつって出るんですか。 D903i とかね、なんで D なのかなって、そのダイヤモンドの D なわけですよね。売れば赤字のセガサターンとドリキャスなら2台ずつ。先ほどは326号線と合流したわけですけれども、指紋認証でおなじみの富士通 F ね。ああ F も僕持ったことありますよ。906だったかな、懐かしいな。セガが、セガ、団吉直美のおまけコーナー、僕が見てた頃はもう団吉、誰だったっけな、ほら、音痴な人誰だっけ、団吉優子だ、森山優子、そうそう、団吉優子のおまけコーナー、サービスゲームの略、それがセガですね。ジョグダイヤルと言われてベータプロを思い出したの、ベータプロ分かんないな、
オイラ携帯は山陽派です。なんかあの三上陽の略みたいですね。山陽って聞くとですね。どうでしょう。SH ね。サターン持ってると英雄だったな。ジョグダイヤルについてたのはウィン2000マシンでした。10年前前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 前ハイカラな名前のマージャンゲームあったんですね。ドリームキャストとソフト何本か持ってる。すごいな。やっぱりね、あの通向けなんでしょうね。だから昔のアップルのコンピューターみたいな感じですよ。 iMac みたいな、でっかい。右に行きますと道の駅弥生、それでも22キロ先の話です。あの頃のマッキントッシュは欲しい。マッキントッシュ、この交差点左に懐かしいな、欲しかったですね。ってことはサービスゲームゲームになる。そうそうそう、だからセガガっていうやつですよ。10号線に吸い込まれます。僕は T のガラケーでオリジナル着信メロディー作って、国道号線は、そうそうそう、最初の頃はそういうの作るの楽しかったですよね。自分で和音を作って楽しむ。この交差点から国道10号にまもなく再びのダブリング。そうです、10号線とダブります。久方ぶりの10号線です。北九州、ちなみにアーケードゲームです。大分まで32、犬飼まで8。山陽は SA で、SH はシャープ。あ、そうだ。山陽は SA だ。そうそうそう。大分はそうですね。行き違いました。そうだ。しばし。そう、SA と SH がちょっとね、紛らわしかった。すぐ抜けます。言い訳してみる。徐行。昔は着メロも自分で入力。そうそうそう。案外楽しかったですよね、あれね。ちょっとこうね、もう一回本物と聞き比べてみるとかね。キッチョムランド左側でした。そして右側に行きますと、キッチョムさんのお墓もあるんです。マックマシンが欲しいな。あえて今だからこそマッキントッシュ、あのでっかいやつとかね、あれも本当になんか産業遺産じゃないけど持ってて素敵な感じはありますよね。星が出てまいりました。3本目の動画です。みんなエスパーだよの舞台。待ち時間長かったですね。後ろの方にもかなり列ができております。ノズ町 SH と聞くとサターンに搭載された SH2 というリスク CP は分かんない。それは分かんない。キッチョムさんの墓右側です。キッチョムさんの墓っていうのはここから右に曲がったところ。鳥取産業も恋はラブリー。キッチョムランド分かんない。その歌分かんない。もっとその業界に行ったので細かくコメントごめんなさい。いやいやいいんです。64話音が出たね。そう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 、僕その時には J-FON にしようか。 J-FON だったね。懐かしい。すごいにしようかなと思ってたんですよ。それだけ愛されてるっていうのは分かります。結局買ったのはドコモでしたね。 503i とかその辺から買い始めましたね。ムーバーの時は着信音になって作って遊んでましたね。機能が増えて不便だった。あの頃結構楽しかったですよね。セガ FG100 からファミコン、スーファミ、ドリームキャスト、プレステ、プレステ2で終わり。足を大きく高く上げながら歩いています。もう据え置き型のゲーム機っていうのはだいぶそれこそねなくなってきましたね。最近 Wii を買う人っているんでしょうかね。10年ぐらい前に Mac でもらったパラッパラッパ、パラッパラッパ、意識づけるのが大事なんでしょうね。プレステの、限定ソフトが未開封でまだあります。プレステ持ってません。老いるわけですけど誰かいりませんか。大地院さんにぜひメンションを送ってあげてください。ただし大地院さんはこれその進行をあれですよ、送らせることはできるんでしょうね。 Twitter アカウントではないんで。さあどうにかして大地院さんにこの後また単独区間に戻ります。コンタクトを取ってみてください。300m先、動物の森の村メロは作ります。動物の森も懐かしいな。かなり久しぶりに聞きましたね。檀家さんにしか見せないキッチョムさんとおへまさんと位牌が残る。へー。あ、リュウチママさんも東芝派。右ということですね。 T90 いくつかね、50いくつか。薄木市街地に向けて。キッチョムといえば昔キッチョムという JR があります。あ、それも知らない。超マイナーソング、知る人ぞ知る恋のマジカル大分県日向さんサロン。マジカルっていうのはなんか時代を感じますよね。日当たるとか日向っていうのもするんですね。さあそれではキラキラね、マジカルバナナです。所さんからいきます。さあマジカル卒業式、卒業式と言ったら涙、マルキングバード懐かしいな。
デンソーも好きだったな、東芝に似てた。あー、デンソーもちょっとガラパゴスでしたね。あの当時からガラパゴスですね。画像を添付するときはセブンメール、なんだっけそれ、なんだっけそれ、なんか記憶があるけど忘れてる。 3D オーリアルなんて懐かしいワードが今日はいっぱい出てくるんでしょうか。この先にあります SHK インターチェンジから京本の東九州自動車道も、京都使いまさにこれから東九州の大動脈となるわけです。ボーダフォンでした。というのも、まあ、今年度で最初デジタル通貨から入って J フォン、大分県内はボーダフォンになってソフトバンクになったんだっけ。そして懐かしいですね、ムーバの。あともう少し、あともう少しで福岡県のごくごく一部がつながれば、東九州道は北九州から宮崎までは少なくともつながると。502とかの時代ね。宮崎県民にとってみれば最近のかなりの悲願が、まあ、3DS なら戻ってるんですけどね、ゲーム機自体さん、そう、全く触らなかったです。もうすでに売ったりとかしてもうないんですよ。本当にわずかというようなところまで来ています。記憶媒体がカセットテープだった頃が懐かしい。宮崎県から鹿児島県最近、ね、あ7メールかな、一部区間がまだ残っております。これはまだまだ基本計画というような状態で完全には思い出せてないな。プレステも気がついたらもうはされていない区間もあるんですね。移動通信、はい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 、開発者は 3D オリアル、中条中島先か、アステル、南九州西回り自動車道が先か。209ありましたね、あの50いくつと20いくつ、ちょっとこう20いくつの方がちょっとね、マイナーチェンジというか、それともそんな感じのモデルだったんですね。当時和音数がどんどん上がっていく中、もうリアルな音と搭載したらいいやんと思ったから、そうなって俺やるやんと思った。まあね、和音の多さで選んだ時期ありましたよね。困ってんですね我々はね。懐かしいな。ジョイフルトレインは知らないけど、ジョイフルタウンなら知ってますね。昔の携帯は待ち受け 10KB とかでしたからね。苦労したもんだ、本当そうですよ。画像がねめっちゃ荒かったんですよね。で50万画素でもわー綺麗って言ってた時代ですもんね。何千万画素っていう時代ですからね。スーカー、 J フォン、ボーダフォン、ソフトバンク、懐かしいな。川島直美、お笑い漫画道場の話題 NG はデタラメ、宝物と儲かります詐欺にご注意をとありました。そうなんだ。そういえばエステット K さん、こんばんは、ようこそ。大々的に記者会見まで開いて名付けた母さん助けて詐欺っていうのはどうなったんでしょうね。母さん助けて詐欺、全く耳にしないですね。地図をお送りします。 SZK さんご覧になってください。今日はこんなところを走っております。で、アーカイブご覧いただきますと、前半の方でいよいよ今週金曜日に迫ったニューストリーム大賞の順位予想、私の他にも8人の方、そしてタイムライン上ではあと3人ぐらいの方が予想してくださいました。結構盛り上がりました。ぜひこちらもお時間あるときにご覧になってください。元は9801とパフォーマーっていうのかな、6300の二刀流、今もそれにウィンが加わっただけだけだと。どうも斉藤文さんが今日出てる、相変わらずお綺麗、月下水のメインですもんね、あの方。リマテック九州、 EDI ポケット、ウィルコム、ヤフーモバイル、リマテックって何なの。そうそうそう、ウィルコムがとうとうヤフーモバイルに変わっちゃったんですよね。 IC 携帯のカメラも昔は外付けとか、すごいな、こんな山奥に作るんですね。あったか、ありましたね。北海道のソフトバンクの変遷、一番初めはデジタル通貨から始まりました。デジタル通貨、昔 G ショック、あった、 G ショック携帯、従業員の方あったな、今の au ですよ。おまけで本物の G ショックがついてきた、カシオから出たりなんですね、確かね。にしてもなんもねえな、5割そうです、なんもない。まあそれはそれでまたいいんですけどね。自分で作った最初の着メロは単音で、夜の私はガードが硬いのエリス、あった、なんかそういう CM ありましたね。僕はあの聞いてアロエリーナ、ちょっと言いにくいんだけど聞いてアロエリーナ、ななななななな、聞いてくれてありがとうアロエリーナっていうのを自分で和音で作りましたけどね。2和音だか3和音ぐらいで作りましたよ。懐かしいな。
お笑い漫画道場って名古屋のテレビ局制作、そう中京テレビ制作ですよ。もろもろ了解し、ありがとうございます。確か2000年ぐらいだったかと。 G-SHOCK 携帯、うちの親父も持ってました。黒猫さん来た。 DDR ポケット P メールでした。 P メール、 C メールっていうのもどっかありましたね。どんどん下っていきます。難しいな。私のメインマシンは白ロム、白ロムっていうのが久しぶりに聞いたな。東芝 ISO4 というレーザーモンです。薄木市のうまいすぎ。携帯は進化しているのも GCD は未だに目でハンダ付けしているという。薄木インターモン、そして止まらない、薄木の中心市街地ももうだいぶ近くなってきたということが、ドコモ一筋です。 SO207 そうね、やっぱ50いくつと20いくつ派が分かれましたよね。あの頃はリツイートが入ってますね。もう我慢できないと、だから寝ちゃいます。予想外さん、ありがとうございました。おやすみなさい、いってらっしゃい。そっちがアロエリーナ懐かしい。自分のメール着信音は高校の頃から黒猫ヤマトの卓球一歩前っていう時代もありましたよね。自作の着メロはファミコンの戦場の狼だ。アロエリーナ懐かしい。短くてキャッチーだから CM ソングを選ぶ。 G-SHOCK スマホありました、ありました。うちの親父が持ってました。長らくざまし用にね、他の携帯にした後も長らくそれで使ってましたね。そうだから前使ってた携帯ってそういう運命をたどるんですよね。俺が運転してんのかと思いました。あのメールの内容を残しておきたいんで、運転席と助手席の間に目覚まし用に使うね。ちょうど犬のすぐ目の前にハンドルが見えたもんね。そういえば CCB のボーカルさんって阿蘇で農業されてます。そうです、されてますよ。で時折ね、熊本のローカル番組に出てらっしゃいます。ちょっと面白かったな。今未だに髪の毛ピンクです。で、あの縁の太い、あんまり褒められた乗せ方ではないですね。メガネをかけてらっしゃいます。伊達メガネですね。ふう止まらない、ふう止まらない。しかし大分ってなんでこんなに、まあ、素敵な方ですよね。まだちょっと実際にお会いしたことはないんですけど、テレビ見た印象だとかなり面白い人です。犬が運転、そういいですね。犬が運転してるように見えたんですよ。僕はそんなイメージがあります。 G-SHOCK ウォッチは今も使ってる。もちろん険しい道、剣道はそれだけ、ね、タフだというあるみたいです。使えるぞあるみたいですけど、カシオさん良かったですね。まだ生きてますよ、 G-SHOCK 携帯。いい感じですよ。昔はパケット通信に使い放題とかなかったから使いすぎて怒られた記憶がありましたね。わあ、8000円超えたとかね。わあ、1万円超えてしまったとかね。そう、パケ放題みたいなのはなかったですよね。パケット通信料っていう響きも懐かしいですね。なんかね、最近ほとんど聞かないですよね、パケット通信みたいな。パケ代、正直は交差点通過。ナベツさんの撮影は基本日帰り、はい、基本日帰りです。まあ九州熊本に住んでたっていうのは本当に功を奏してますけどね。たけし世代、たけし。中澤さんも熊本在住なのでたまに一緒にライブされてよ。中澤健二さんね、すみままさんと一緒にね、 RKK ラジオで番組をされてますよ。犬が運転してるかと思ったって自分のコメント拾ってくださいよ。菜の花が咲いてますよ。早春ですね。あ、なんかちょっと安心するな。あのこれね、2月の音声ね、あんまりど真ん中にこうやって聞いちゃうとね、菜の花が自分の声も入ってくるんでね、いいね、うまいこと喋れなくなっちゃうんですよ。川島直美さんが、2月16日の去年かブログでお笑い漫画道場の話を出されている。おお、まあもうね、来てるよ来てるよ。本人の中でも時効なのかもしれませんね。時効だって別にそんな悪いことしたわけじゃないですよ。パケットって今も言いませんっけ。いや、あの言う機会がなくなっちゃったんですよ。かけ放題とかあるんで。ゆすきゆきのジョイフル隊の皆さん、ここから油断禁止ですよ。
師匠さんありがとうございました。おやすみなさい。変な病みたいじゃない。負け放題に入っていない。あ、エヴァイさん入ってないんだ。動画を携帯で見て、その次の携帯、うわー、きついですね。それきついですね。相当きついですね。まさしくマロダンさんがおっしゃったところのパケシですよ。パケシ、パケシは死後だ。入り口右側ですね。ないですよね最近ね。さあ、臼杵の石仏右側です。相当遠くないようです。テレホタイム、なんだっけそれ。テレホタイムってなんだ。テレホタイム、なんだっけそれ。テレホタイム、教えて教えて、それ何でしたっけ。なんて言ってるうちに急に片側2車線になっております。私が携帯を持ち始めたのは11年ほど前の高3の時で、ボーダフォン、現在のソフトバンクのプリペイドデータもプリペイド携帯を最初に持たされたんです。後に au の W42K、G's1、 名前がアズミって書いてありましたね。それもなんか懐かしいネーミングだな。そして今は Y モバイル。皆さんこんばんは、 TBS アナウンサーの安住慎一郎です。充電器を挿すところをイヤホンジャックに変換するケーブルだ。あー、さあ今日の単語カンカンはテレ放題、女優の吉田羊さん、 G 職の待ち合わせをしているんですけども、バキという音、あらららららら、それはしょうか。現れましたね。あ、こんにちは、 TBS アナウンサーの安住です。よろしくお願いします。安住さんが出てくるんでしょうか。ISDA がはじめちゃん、安住さんあった、いつフリーになるんでしょうね。それ覚えてる。23時から朝8時まで指定した時間、電話番号の通話だ。はいはい、テレ放題。久米博さんは30年先輩なんだそうです。 TBS の龍一ママさん、それカモン達夫です。あの花畑、早くフリーになれって言ってるけど、なかなかならないなとぼやいてらっしゃいました。見渡す山の母へ、マルシーカモン達夫さんです。夜11時から翌朝の8時まで回線使い放題になるサービス。東日本、西日本が提供する電話サービスのオプションサービスの商品券、深夜早朝の時間帯ということは、もうそろそろインターチェンジというわけです。その解説聞いてようやく思い出しましたね。それね、懐かしいな。今日はえらい懐かしい話題、あの家庭用ゲーム機から通信のね、携帯もそうだし、ブロードバンドになる前のいわゆる ISDN とかね、ピー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 プループルー、時折あのブロードバンドがつながらなくなると、右折で薄木インターです、そういうのが出てくるんですよね。なんでダイヤルアップやねんとか思いながらね、今日日ダイヤルアップでつなぐやついねえだろうとか思いながらね、出てくるんですよ。その時間だけ回線が落ちる落ちる。東九州道の下を通過しました。初めて契約したプロバイダーはチキチキの年間9800円、定量コース、そう定量コースとかありましたね。もう携帯電話の歴史を語れる時代になった、そういうことですね。東九州道薄木インターの前を通過します。東京カブラ、なんだっけ、それも聞いたことあるぞ。なんだっけ、薄木インター右側です。映画学校があるもう、そう、鴨田達です。分かっていただけて嬉しいです。どうもありがとう。あ、これあイベントかな。分かっていただいて嬉しいです。どうもありがとう。そうですね、違うね、ダイヤル Q2、 はい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 、ありました。インターを過ぎますと平地ですかね。先ほどまではずっと山がこの辺も見えていたんですけれども、ジョイフル来てました。お見事、皆さんジョイフル来た、ジョイフル来たおっしゃっていただいております。見えてくるようになってきました。さあ、だいぶ市街地に入ってきたっていうのがお分かりいただけるかと思いますが、まだ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 薄木の、なんと言いますかね、心臓部はもうちょっと先です。ダイヤルアップの頃、メールにバイナリーファイルを添付するのはご法度でした。ダイヤルアップね、ちょうど僕は大学生の頃だったかな、まだヤフー BB すらつけてない頃ですよ。懐かしいな。広瀬が多い、その頃はまだ8メガとか12メガとかの世界ですよね。ヤフー BB、 ADSL、 懐かしいな。
電話の受話器を使って通信する機械です。多分実家に、おお、まだあるんだ。Q2 って何、わかんない、嘘つけ。さらに502をまっすぐ進んでいきます。わかんないって言ってるんですが、大体わかってる時ですからね。テレクラとかダイヤル Q2 とか学校では問題になって、あり、ジョイフル隊ってこんなにいらっしゃいましたっけ、人数。そうですね、自然発生でなんだか急に増えていてるっていうね。京セラからカシオ、再び京セラ、里帰りしちゃったんだ、すごいですね。うちの家専用線だからって自慢が羨ましくて、はいはいはい、あの中にはケーブルテレビのね、インターネットされててすごく安定してるんだっていうのが羨ましい人もいましたね。502号線はうちに NTT パーソナルの室内アンテナが今も設置されているでござる。もちろん今は通電しておりません。土橋217号線をまたぎます。502とは別れです。また県道です。ここは実は意外に臼杵停車場線33号線です。大分の県道です。最近インテリアで黒電話欲しい。今夜も生で佐田岬ジーコジーコ回すやつね。通りました。最近の若者は分かんないでしょうね。平成生まれは臼杵港に行って、この辺いまだに J フォンの看板が上がってるみたいなのが潰れてますから、なんかそういう名前の遺産ですよ、遺産。本当にガラケー遺産ですよ。懐かしいな。0時50分を回っております。あと7、8分以内には動画は終わるはずです。今日も配信時間1時を超えてしまいそうです。この道は以前この番組で一回やってるんです。何かと言ったらば、今夜も生で佐田岬の時にまさにこのルートを走っております。臼杵の映画学校、先日開催されました。大林信彦監督が、わあ、いいですね、贅沢というか、いいな。県軍の J フォンの看板まだあるんですかね。なんかそれもやもやサマーズのナレーションみたいですね。県軍の J フォンの看板まだあるんですかね。ダダダララダダダダダダ、あーはー、あーはーじゃないな、4本目。母の実家にまだ黒電話あった。おー、ダイヤルの回し方が足りなくって間違えてます。そう、運動金ですね。あの金属のところまで回さなかったら間違い電話になっちゃう。ロゴマーク、でもそうですよね。この間アンビリバボーでまさにその黒電話の原理っていうのが紹介されてますけど、運動金の醤油の工場です。左側、金っていうのがもう消えちゃいましたけども、左側に見えておりました。この辺に鳥料理ルフ、醤油だとか、初めて知った、有名なとこですよね。終点はどこじゃなほい。今回はですね、 JR の臼杵駅です。 3.5 秒ごとに10円の料金がかかりますって感じの、はい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 、親に2万円の請求行って、中須賀橋東、苦い歴史ですね。右折します。親様夏いもやもや様、 NTT の鉄塔が見えます。どうなんすかね。一番見てた頃はね、あの TKU で再放送、再放送というか右側です、深夜に数週遅れでやってて、ちょうどねそれがおねだりマスカットの後の番組だったんですよね。だからそれで、うん、セットで見てたっていうのを思い出しますね。懐かしいな。もうおねマスも終わって何年か経っちゃいますね。フグ料亭が多い、あ、そうなんだ。まあ、やっぱり海沿いですからね。特にこの辺は豊後水道とか、そうか、フグの名産地でもあるのか。なんかフグって言ったらなんかね、呼ぶ子とか、まあ、そういうイメージがありますけれど、黒電話2011年までアパートにありました。返すまでレンタル料があったんだ。小さい頃触った黒電話、確か間違えて出した。やっぱそういうあれか、まあ、僕もあの自宅にありましたね。水曜どうでしょうでやってくれんかな。ぜひね、やってほしいですね。今回は四国にありませんので、岡城市から臼杵城跡へ白トゥー白のルート、そういうことになります。
そういうタイトルにしようかなとも思ったんですけどもね、ちょっとなんかこうね、結局城跡に行ったわけではなかったもんね。稽古の実家も有名風、あ、そうだそうだ、歩道ですね、歩道橋です。奮闘金といったら昔ジャンレノさんがドレッシングの CM にそのまま階段で行かせるんじゃないですか。意外な大物が使われるんですよね。サマーズと大江アナ、カノアナのファンです。もちろん親様ファンです。そうなんですかね。今日の最終目的地はちょっと行ってみました。 NTT の営業所ってどこ行っちゃったんですかね。あ、この辺 NTT の営業所あったんだ。面白い影の形の歩道橋を来た。そうそう、あのループ橋みたいな形になってて、ちょうどその臼杵城跡の、まあ、石垣の上にこう通すような形になってたんですよね。だもんでああいうぐる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 回すっていう歩道橋になってました。さあ正面に見えてきたのが JR の臼杵駅です。閑散としております。奮闘金生醤油あ、ジャンレノさんの CM か。クレーンが見えますね。臼杵港はもうすぐ近くです。ですが以前今夜も生で佐田岬の時にやっておりますので、そこには行かずに臼杵駅で今回の旅は終了ということになります。この青と赤は何ですか。臼杵駅、なんかキャッチコピーでありそうですね。そういえばエヴァエロア展見に行かなきゃな、熊本ではやってるんですが、 KAB が今回主催してるんです。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。MI さん、あ、まだ残ってた JR バスの営業所跡、臼杵駅の横側にある白い建物、翔くんですよね、もや様、テキストボイス女性版に岬というのがあります。リスラジです。改めましてこんばんは、鍋中でございます。今夜はちょっと前半のコーナーが盛り上がりすぎまして、まあ、自分が盛り上がりすぎたっていうのがあるんですけども、0時56分になってしまいました。今日のテーマはこちらでございました。195回目そのまんま東へ、国道502号線竹田から臼杵というルートをお届けしてまいりました。最後に地図をもう一回だけご紹介しましょう。こちらでございます、まあ、57号線からスタートしまして、でそこから502号線に入ります。で326号だとか10号線だとか、こういったところと同居しながらまた単独に戻り、で臼杵までやってきたと、こういうルートをお送りしてまいりました。ちょうど曲が終わるところであります。県道510臼杵高線はどこを探しても見つからん。あら、あらま。そういえば10年ぐらい前までダイヤル式の黒電話ならぬ緑電話が実家の古希としてありました。あのプッシュ式のがありましたよね、確か。ということでございまして、いかがでしたでしょうか。では時刻は0時57分巻きでいきたいと思います。こちらのコーナー、インフォメーションねのコーナーです。1日200円で駐車場や安い、相当安いですね、まあ、田舎ならではというような景色でありますけどね。さあそれでは参りましょうか。インフォメーションヌのコーナーです。こちら参りましょう。日付変わって今日です。スイッチ791は FM791 で生放送です。12時6分からお送りしますのでね、ぜひこちらお聞きください。熊本都市圏の皆さんにのみお聞きいただけます、ネットその他ではお聞きいただけませんので、ぜひ熊本都市圏または島原でも聞くことができます。一部ビル陰とかでは聞けませんけれども、まあ、ほぼほぼ入るというような認識でいいと思います。金峰山が見えるところであればぜひ島原市内でもお聞きください。そしてカリーの下取りスマイルアベニュー6時40分から RKK ラジオで生放送、ユーストリーム生配信ももちろんありますよ。サイマルであります。今日は何だったかな、フルーツ魚と書いてフルーツ魚のランキングです。まあ、詳しくは6時40分からの生放送をぜひお聞きいただきたいと思います。 Wii ストリームは多分今週もお休みです。で、そうです、さきさんがおっしゃってます。いよいよ Wii ストリーム大賞2014表彰式、表彰式会場に私行きます。午後7時頃からの生配信だそうです。で、その後表彰式が始まると。そう、これまではね夕方にやってたんですけれども、今年は夜ということになりました。それがどういった変化につながるのかといったところもありますけどもね、私のスピーチにもぜひご注目いただきたいと思います。グイーンターバタケヒーローズ RKK ラジオ土曜日夜10時からです。もうその頃には僕は熊本市内に帰ってきてるはずです。そしてサンデーユーステーション FM オブに午前10時からの生放送です。生配信もあります。
で、かりんの下取りスマイルアベニュー、来週火曜日ももちろん6時40分から生放送です。で、来週火曜日のカーツー3です。来週はこんな内容でお送りします。というわけで来週はまあやってそうでやってなかったっていうところですね。196回目は若宮宮若、そして新文字へ福岡北部23ということでお送りしてまいります。まあ今ご覧いただいたのは若宮宮若っていうのをご覧いただくために、そのためにだけ撮ったカットです。ですから本編には実はこれ出てこないんですね。その若宮宮若って一体どういうところなんだっていうのをご覧いただくのが来週のカーツー3ということになっております。スピーチもだけどどんな小道具を仕込むのかも楽しみ。あ、仕込まないのか、そう、リアルタイムで見られそうにないのでアーカイブで拝見します。ありがとうございます。まあぜひね、どんなことになっているかぜひ楽しみにお待ちいただきたいと思います。そしてカーツー3は何位なのか、キッチンは何位なのか、そういったところもももクロが何位なのか、まあ、それは分かりますよね。ということでいろんなその順位、今回はねいろんな皆さんに予想していただきましたけれども、どんな順位になっているか、そういったところも含めて楽しみにしていただきたいと思います。親次会は新文字まで行くのね、ってことは外環状行くのかな、どうなんでしょうかね。楽しみですね。キツツキ文字、小学から中学の頃に住んでたアリンコさん、あ、じゃあぜひちょっと来週いろいろと解説もお願いしたいと思います。だいぶ変わってるところがあるかもしれませんけどもね。来週は若宮宮若、そして新文字へ、福岡北部2、3をテーマにお送りしてまいります。画面固まったかと思った、そう、若宮と宮田がプラスになって宮若になった。ひな祭りの夜は福岡北部エリアのドライブ、そういうことになりますので、ぜひ来週もお楽しみに。ではエンディングでございますけれどもね、1時1分になってしまいました、ごめんなさい。いやー盛り上がりましたね。まあ特に今年は皆さんのおかげで本当にね、ノミネートすることができました。本当にもう、皆さんのおかげです。僕一人で頑張ってもどうしようもないんでね、皆さんが票を入れてくれたからこそ今回表彰式に3度目の正直ということで行くことができます。まあね、本当ここが目標だったっていうところもありますんで、本当に嬉しいです。当日表彰式会場に行って、ひょっとしたら僕手震えてるかもしれません、足が震えてるかもしれません、声も震えてるかもしれません。どうなることやら、非常に心配ではありますけれどもね。まあなんとかね、皆さんにも鍋つすげーと言ってもらえるような、この番組に票入れてよかったって言ってもらえるような、そういった結果になればいいなと思っております。まあそれぞれ皆さんね、いろんな順位予想をしていただきましたけれども、おそらく特別賞も含め全部当たるっていう人はいないでしょう。それぐらいなんか皆さんと考えてるところとは違った結果が出てくるんじゃないかなとは思ってます。もちろん僕の予想もきっと全部は当たらないと思います。まあ、だからこそ楽しいんですけどね、こういう予想っていうのは。まあ、出来レースだなんだっていう声ももちろんあるにはあるんですけれども、まあだけど、やっぱここに向けてすごくなんとかもうここに入りたいんだっていう意気込みで頑張る人っていうのは、まあ僕もそうですけど、時ミラもそうでしたよね。すごく頑張ってましたよね。その努力はぜひノミネート残念ながらねならなかったっていう皆さんにも本当に最大限の拍手を皆さんからも送って差し上げてください。もちろん僕からも送りたいと思います。本当に、あとは当日のどんなスピーチをするかですね。スピーチ形式なのか一問一答形式なのか、まあ、ちょっとよく分かりませんけれども、まあね、いよいよあと2日後になりましたんで、もう日付上は、
まあでもあんまり気負いせず楽しんでこようかなということは思っております。皆さんにせっかくいただいたことなんで、そうドラさんもおっしゃるフーターズ配信は、配信はしないと思うけど個人的に楽しむと思います。あの写真だけ撮ってこうね、まあ OK であれば写真だけ撮って Facebook ページに載せるとか、あるいはまあこの番組の中でご紹介するとかっていうのはあるかもしれませんけどもね。あ、リーチママさんもうダメ、まぶたが重い、ありがとうございました、ご覧いただきまして1時までね、あのやってしまって本当申し訳ありません。あ、Y さんありがとうございました、どんなスピーチになるのか期待します、ありがとうございます。スピーチはこれから考える、いやもう考えているものはあるんですけども、ただ大幅にリニューアルするっていうんで、ちょっとそれが消化不良になるかもしれません。僕の予想が外れてカーツ3が5位以内にやることを願います。僕はねちょっとあの強気に見て8位なんですよ。5位はないんじゃないかな、ベスト5とかね、あのおっしゃってくださる方もいらっしゃいましたけれども、おそらく良くて8位ぐらいなんじゃないかなっていうのが僕の予想です。まあこれもね、あのそれぞれの考えありますんで、どれが正解だ不正解だっていうのはまあ金曜日に蓋を開けてみないと分かりません。社長子に誰このおじさんと言われないようにしっかりシティボーイにしなきゃ、そうですね、うん、そのつもりで頑張りたいと思います。というわけで本当に皆さん、投票いただいてありがとうございました。なんとか皆さんのおかげでいくことができます。金曜日僕見ていてください。また来週じゃなかった、金曜日にお会いします。